はい、スタートします。本日2024年3月21日木曜日でございます。はいはい、デヌブチャンネルライブ配信でございます。はいはい、ご覧の皆さん、はい、こんにちは、こんばんは。はい、トッシー食堂、はい、第1回目、第1話やったっけ。そうですね。はい、まあ、今までは居酒屋トッシーやったんですね。居酒屋トッシーと普通に晩飯食うたんと、そうそうそう、タイトル、はい、なんだこう、ちゃんとしたものがなく、まあ今回もちゃんとしたものがどうか怪しいんですけど、はいはい、神戸市北区のトッシーさん宅です。はい、某所、はい。トッシーさん、これ前から気になってたんやけど、はい、こう髪型がさ、はい、こうちょっとおかっぱっぽいやん。そう。一回も高校時代が変えてない。こんな感じなのずっと。そう。まあ今日はですね、ちょっとライブ配信しながら、はい、今日ね、夜中もちょっとライブ配信するかもしれない。そうそう、これ1回目なんですよね。そうそうなんですよ、はい。ということで、まあ今日は、ちょっとまずは、トッシー食堂なんで、はい、晩ご飯を、はい、はい、作っていただきたいと思います。はい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 、よろしくお願いします。はい、お願いします。これ、ライブ届いてるんかな。繋いどってください。はい、はい。今ね、2人聞いてくださってます。ありがとうございます。はい、これ、トッシーさんの、こう、お家なんですけど、ここは、なんですか、はい、四重ですか、これ UR ですよね。UR でござるやったっけ。そう UR で R か、そう UR で R やね。そうそうそう、に今お一人暮らし。そう、まあまあ、あのね、ご覧になってる方は大概、はいはい、あ、コメント来てますよ。あ、ありがとうございます。見てます。ありがとう、3件見てますよ。来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。コメント、コメントがね、ちょっと今ね、なんとか読めるんで、はい、これ何やろ、あ、鉄道がチャンネル、嘘、チャンネル登録10万人の、ちょ、大御所すぎますよ。ちょっと大御所の鉄道系 YouTuber の方、鉄道さん、ありがとうございます。そして西脇市で有名な剣坊さん、はい、あ、ありがとうございます。この間ね、私があの福井一緒にやってまいりました。もう一人、あ、学の山田さん元学南電車の山田さん、運転手さんまで聞いてくださってます。ね、これがね、はい、トッシーさんのご自宅なんですけどね、微妙に映したもん、あかんもんがあるいて、そんなないけど、わけのわからんこと言いましてですね、まあ、例えばなんですけど、これゴミね、映しとるやん、生々しいやない、映しとるやんっていう話なんですけど、はい、でね、これ今私が何を持ってるかと言いますと、はい、マイクスタンド、そうそうそう、マイクスタンドに、これ何やったっけ、ジンバルをバビってんねんね、そう、巻きつけて、あのマイクスタンドにジンバルを巻きつけて、はい、それに私は携帯をつけてるということになります。はいはい、あ、小夜さん見てます。ああ、小夜さん、ありがとうございます。小夜さん知ってますか？す、はい、あ、小夜さんわかる？あの、スマウラ公園で一回お会いして。そう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 、はい。多分その小夜さんです。はい、あの、会社名言うたらダメですよ。そうそうそう。はい、ありがとうございます、はい。はい。で、今ね、別の方が LINE 来ましたけど、LINE は読めないので。いやいや、なんか大層なことになってきてません、大丈夫、いや、哲夫さんも最後まで聞かんでええからね、もうしょうもない思ったら、あの健坊さんも、はい、まあ、こんな感じやいうことでね、はい、あの、まあ、50歳、今年51歳、あ、51ですね、今まだ50歳ね、はい、誕生日何月何日、4月の25、あ、もうすぐやん、もうすぐですよ、あと1ヶ月後で51歳なんの、はいはい、で、あの、もうプライバシー言っちゃっていいの？何？散々言ってきとうけど。散々今まで言ってるっちゅうね。まあ、トッシーさんは過去に、はい、あの、結婚されてて、まあ、バツイチ。はい、まあ、マイクスタンド、映り込みますよ。マイクスタンド映る、嘘？あ、足が入ってる？え、そうなの？かな？マイクスタンド、え、この携帯では、あ、ほんまや。ちょっと待って、これどういうことやろ？あ、カメラの位置か。俺、これどないしてんやろ？ちょっと待って。何、足、いや、こっちに確かにマイク、あれ、これどういうことや、あ、これか、これが映ってんの、影が入っちゃうってこと、影が入ってるの、ちょっと待ってね、これちょっとずらすわ、これでどうや、これでいける、はい、ということで健坊さん、ご指摘ありがとうございます。はい、それでですね、何の話だったっけ、そう、バツイチ、そう、バツイチなんで、今彼女はいない、いない、募集中、募集、まあ募集中、そうなの、はい、まあ募集、うん、まあ募集、一人慣れしちゃってね、もう、あ、なるほど ね、あ、そうそう、哲夫さん、今日は料理系 YouTuber 今日いや、ほんまね、いや、実はね、今日あの、まあ今ライブ聞いてくださってる方12人もいます、 ありがたい話ですね、すい、はい、これしかもあれちゃう、俺このライブあの有料設定してないね、多分
あの CM が入らない状態です。ああ、なるほど、はい、なのであの、私の方にもあの一切お金入りませんので、はい、気にせず皆さんね見ていただけたらと思います、あ、メーカーさんも 入ってくれましたよ。こんばんは、今入りましたということで、これね、この実はアプリを健坊さんに教えてもらったんですよ、はい、このアプリ確かにね文字読みやすいわ、マジで読めてますもんね。読めてる、今読めてるもん、ほんまに、いつも帰りのあのしょうもないライブの時読まれへんから学の山さん、料理は、うん、料理数字取れんの？そうなの？ちなみにあの数字取れても有料設定するの忘れとったからこれ途中でできんのかな。まあまあ、ええとして、はい、はい、で、以前ね、はい、トッシーさん宅で、うん、とんかつ最初食べさせてもらって、はいはい、で、2回目がこの間牛すき鍋、ね、はい、これはあの牛丼の吉野家の味を再現するってね、はい、そうこれはね、あの本当に食べた人しかわからないんですけど、冗談抜きでほんまに美味しかったよ。いや、もう嬉しい話、ほんまに俺感動するぐらい美味しかったよ、はい、でね、まあ今日はその生姜焼きをするって言ったら、デネブさんがね、ね、甘辛いもんは嫌いや、そうやね、俺ね、生姜焼きね、別に嫌いっていうかね、あんまり食べへん、だからもう食うたらええやん言うて、甘いと辛いがこうミックスしてる味、味が、はい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 、それがね、美味しいご飯に合うんで、それがね、よう分からへん、あ、ニザックさんが入ってくれましたよ、 ありがとうございます、こんばんは、私も美味しいもので、あ、何か美味しいものでも、そうなんですよ、さっきちょっとお話ししたように、はい、今ね、生姜焼きをこれ作ってます、はい、見えますか、皆さん、もうこんな感じでね、はい、アップこれ、落としたら終わりやで、携帯つまんとこだ、ほんまに燃えてまうけど、あ、でも今、めっちゃええ匂いするわ、これね、匂いが出へんのですよね、画像やったら、そうやね、YouTube で匂いまで出るようになったらあかんねやろね、あかんやろね、あかんやつも匂うもんね、そうそう、平行いだやつが匂ったら最悪やからね、そうそうそう、はい、ということで、今13人聞いてくださってますよ、ありがたいね、それは何を入れるんですか、それは、あ、なんでさ、前もそうやけど、なんでタレは見せへんのよ、タレが大事なんですよ、あ、なるほど、何でも前回牛すき鍋の時も、はい、タレを見せてくれへんかったよ。そのタレが一味ちゃうの。そうそう、一味ちゃうというか、まあなんかこう近づけとるというか ね、味噌の味にね、はい。ということで、あの、まあ、トッシーさんね、こんな感じで一人暮らししてるんですけど、結構綺麗好きで、うん、あのお料理もね、ご自身でされるということで、はい、まあ、家はね、もう UR なんで古めかしいんですけど、はいはい、まあ、どうしてもね、家はこんな感じで。どうしても古いや、古いね、うん、もうボロいですよ、はい、このだって換気扇もほら、そう、電気入ってる、あらえよ、電気入ってる、でもまあ一個ずつはね、はい、綺麗にされてるっていう、そんな感じでございます、はいはい、ちなみにトッシーさんさ、うん、あの料理もご自身でするじゃないですか、はいはいはい、朝ごはんも食べんの？食べる時はありますよ、休日とか、逆に食べない時もあるの？食べなく、手も大丈夫なの？手も大丈夫やけど、まあパンかじるぐらいはしますかね、そうやけど、まあまあ食べるよな。まあまあ食べる。いや、だってさ、はい、今日も、はい、あ、そうそう、だからね、みんなが思うほど食べへんことはないね。そうやね。そう。今日もさっきさ、ラムーの谷上店で買い物してたやん。はい。で、パン買ったやん。はい。帰りの車の中でパンかじっとったやん。そう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 。甘いもんはね、なんせ好きやね。ああ、なるほどね。今15人も聞いてくださってますよ。ありがとうございます。ただね、皆さん、最初に言っときますけど、うん、アラフィフおじさん2人が飯作って食うだけの動画なんで、はい、まあ、無理して聞かなくても結構でございます。はいはい、で、まあ、一方でですね、はい、今日なんでこの時間にライブしてるかというと、もう一個ちょっとね、はい、告知と言いますか。そう、それの方がメイン、そう、それが大事なの、うん、それどうしよう、食いながら喋る、そうしましょうか、それ引っ張ってるやん、結局のところは引っ張ってもしゃあないんやけど、うん、まあ、後で食べながら喋りましょうか、はいはい、そうしましょうか、はい、ということで、まあ、一応ですね、今21時5分、10分ぐらいですか、はい、一応、小1時間ぐらい、はいはい、そうですね、予定してます、はい、今回は9時から10時か、10時半ぐらいまでかな、長くても、はい、で、その後で、はい、ちょっと時間だけ言うていいですか、内容別にして、夜中1時からライブします、はいはい、はい、の予定ね、予定、はい、予定、はいはい、夜中1時から2時まで、はい、だいたいね、私が起きてるっていうのが奇跡なんですよ、起こしてる、まあそうやね、とも言うけど無理やり付き合わされてる、うん、あ、またコメント入りましたよ、はい、MASA ゆきさん、はあ、秘伝のタレ
生姜焼き美味しいですよね。そう、秘伝のタレ、はい、クエスチョン。そう、秘伝のタレとか秘伝のメーカーを言えない。これもしかしてあの人ちゃう、もしかして、マジで、そうちゃうの。あ、川村さん、うわすごい生配信ですね。川村さんもこの人も偉い人ですから。あ、そうなんですね、はい、某鉄道会社の部長です。あ、ほんであのもう玉ねぎとかは、はい、おもう入ってんの、切りません。あ、もうぶっちゃけてます。なるほど、冷凍スライスの冷凍を入れてるんで、ね、はい、手早くするのが目的です。今日はね、男の料理やから、はい、はい、ニゼクさん、明日は金曜日。そうなんです、明日ね、実は私年休取ったんですよ。もうね、仕事めっちゃ頑張りましたよ、もうもうほんまね、しんどかったんや、もういろいろありましてね、内容は言えないんですけども。あ、大谷さんや、大谷さんなんかめっちゃ今日来てくれてます。ほんまですね、えらいみんな18人ですよ、今。そうなんですか。大谷さんがね、大丈夫、緊張して、告知気になりますねやって。ああ、もう手汗かいてきた。いや、告知ね、まあ、大したことでもないか。トシーさんにとったらそれなりの勇気をかけて、はい、そうですね。川村さん、夜中まで付き合いません、ごめんなさい。そらそうやば、そらそうです、そらそうです。夜中1時まで聞ける人誰がおんねんちゅう話、はいはいはい、まあもしね、夜中1時のやつは、はい、あの聞くというよりも見てほしいものなので、うん、はいはい、それから残す予定なので、はい、まあ、また後でね、後で、はいはい、ご覧いただけたらと思います。はい、ということで、もうなんか結構早できんの。もうこんなすぐできますよ。あれ、ちょっと待って、ご飯炊いてないじゃん、はい、ご飯今炊け寄ります。あ、もうこれ、これか、はい、こう今準備しております。ご飯炊いてる、はい、ご飯これ何合、2合炊きますね、2人なんで。いつもあれ、私ここでご飯食べてる時は2合炊きなんですかね、はい、2合、え、だから1合ずつ食べてます。なるほど、はい、ご飯がまたうまいんやこれ。いや、そんなね、大し何にも、そんな普通の米やで、ほんまに。あっちやる、ニゼクさん、鉄道関係の皆様、路線図アニメしてます、自己紹介。そうなんですよ、これね、たまたまなんですけど、今ね、はい、YouTube ご覧いただいてる方の、はい、あ、できた、できましたね、こんな感じで。おー、美味しそうや。あら、ええ匂いするわ。ええ匂いでしょう、うん、とりあえずまあこれ置きますね、はい、こ、米炊ける待ちましょうね、まあまあ、はい、これ変なの映して大丈夫やんな、うん、まあそんなに散らかってるわけ、まあ、若干散らかってはおるけど、これがね、50歳の男ヤマメの部屋ですはい、まあこんなんなかなか見る機会ないですから。あの興味あるねこれそれなんやったっけ、それなんかおるり、誰やったっけ、漫才師の、はいはい、誰が興味あんねんってね、はい、はい、川村さんね、夜中の分はまた後日見ます。 ありがたいですね、はい、あのぜひ見てあげてください。今日はね、実はね、トッシーさんのね、うん、勇気を振り絞ったね、うん、新たな第一歩なんですよそこまで偉そうに言うか、そうやな、でもそうや、小夜さん、おお、美味しそうやって、嬉しいじゃないですか。まあ、味まだ食べてないですかね、美味しいかどうかは正直分かりませんよ、はい、はい、そうなんですよ、あのトッシーさんってね、これもう言っちゃっていい、その花のこと。あ、いや、いいよいいよいいよ。まあこれね、YouTube 見てる方わかりますか？トシさんね、こっち向いて。トシさんね、はい、まあ、顔見てもわからへんかな、うん。あの実はね、アトピー性皮膚炎なんですよ。はい、それっていつから？もう長いですよ。小学校の5、6年くらいかな。あ、もうその頃からなんや。そうですよ。10歳ぐらいから、じゃあもう40年お付き合いしてる。そう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 。やっぱ肌が弱いんよね。弱い。で、もともとアレルギーやな。あ、それって別に肌がアレルギーなだけで、うんうん、なんやろ、そのやっぱり痒くなったりするんやんな。そう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 。だから私実はあの去年、2023年の6月に、はい、高町で鉄道模型運転会ってしましてね、はいはいはい、でそれに、福井県と三重県の人が手伝いに来てくださって、うん、まあ、実はトッシーさんも手伝ってくださって、はいはいはい、で同じく高町の古民家に泊まったんですよ、はい、泊まったんやけど、うん、トッシーさんだけね、部屋に来んかって。で、私はもうそれお付き合いして、もう今ね2年ぐらい、はい、1年半ぐらい。そうや、2年半やね。2年半、もう2年も付き合ってるの。いや、してます。勘弁してえな。いや、そうそう、2年半、はい。そう。出会って2年半か。はい、だからなんとなく知ってたんですけど、やっぱり、ね、肌のことを気にして、自分がかくから言うて、かゆくてかいてしまうから、はい、周りに気を使わすのが嫌で車で寝よったんや。はいはい、もうそれがね、なんかもう、なんか申し訳ないっていうかね、という思いがあります。はい、はい、ニゼクさんから大変ですね、はい、実際どうなんですか、本人としては、うん、
そのアトピー性皮膚炎ってやっぱ大変な病気なの？もうだって痒い、それ痛いとかね、はいはい、しんどいとかっていう、まあ、病気はあります、うん、頭痛とかね、はいはい、あるけど、うん、痒い病気ってなんやねんってなりません、うん、まあ、ね、ずっと痒いんですよ、はいはい、だけどまあそれでもちょっとおかしくなったこともありましたけど、なんかそのこれも言うちゃってええんかな、はい、その精神的にもそうそうそう、もうメンタルやられる、そう、追い詰められた時期があったと、はい、そうです、そうやって鬱っぽくなったことがあるってこと？そう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 、ちょっと待って、これやわ多分岡ちゃん見てるよーやって、えー、だこれはあの何が多いやね岡ちゃんここよ、我々トシさんって呼んでるんですけど、そう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 、まあ職場とかね、実際のお友達は岡ちゃんって呼んでるみたいです、岡ちゃん言っちゃったよこれ、はい、あのこれしゃ、コメントしてくださってる方のアカウントの名前を言っていいやんね、はい、あ、そう、いいです、いいです、ね、はい、LOVE え？ BTS さん、おお、ああ、うん、そうかも、なるほど、はいはい、それでわかんねや、はい、はい、ちなみにニゼクさん、うちの娘も子供の頃そうでしたから、ね、だからね、子供の頃なるのは、うん、大人になって中学校か高校ぐらいで治る子が多いんですよ、ただ遅くに始まった人ってもうやっぱり治らない、え、じゃあ逆にさ、トシさん子供の頃なってるから、はい、うん、本来大人になったら治ってるはずやけど治らない、で、とにかく私ね、トシさんのこう素のこうところをね、はい、視聴者さんに見てほしくて、はい、まあそれはもちろんトシさんが OK してくださってるからこうやって撮れてるんですけどね、はいはいはい、いやだからほんまにね、もうこれ YouTube で言われへんけど、はいはい、まあ、でやろうかとかね、あ、なるほどね、はい、思った頃もあります、映らないんですよ、ほんま花粉症とか喘息とかアトピー、こういう横並びなんで、はいはい、アレルギー症状ですけど、うん、実際に映るとか思う人も周りで思う人もで、電車で横に座ったおばちゃんが、うん、お兄さんかわいそうにねって、いや僕はかわいそうやと思ってへんからみたいなことも、あ、変にその同情されたりすることも過去あんねや、そうなんです、え、逆にさ、ごめん、はい、このせっかくや聞いちゃうけど、はい、いじめられたりとかっていうのはなかった、いじめはね、なかったね、そこはだからキャラクターやったんかな、な、僕のキャラクターでやり過ごしてきたんや、そう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 、ただまあ裏で泣くことはあるよね、なるほどね、はい、いや俺そのお知り合いになってから2年半ですけど、はいはい、まあ、結構早いに最初気づいてね、はい、まあ、割と最初からその話してて、はいはい、まあ、とは言いながら私あの私結構ガツガツ物言うタイプ、はいはいはい、あのなんていうんですかね、言うてんかなあかんのかなっていうのはもちろん自分なりに分かっておるつもりなんですけど、はいはいはい、まあ、それでも遠慮なく言うタイプ、はい、傷つけたりしてることあった、もしかして、いや、僕はないけど、もう、うん、大丈夫、慣れてるっていうか、え、慣れてるってこと、俺言うてったってこと、言ってるのかわからん、あ、そんな思ったことはないけど、なるほどね、ちなみにさ、今日俺、はい、あのラムーで買い物してる時に、はい、トッシーさんが178センチあるって初めて知って、はい、でその時はめっちゃ背筋良かったんや、はい、今めっちゃさっきから猫背なっとるわ、これがね、低いでしょう、あ、お料理するところの場所が低いから猫背になっちゃうの、なるんすよね、これは、なるほどね、はい、で、まあ、今ね、聞いてくださってる方16人いらっしゃるんですけども、いや、ありがたいですね、やっぱり皆さんもこう悩み事とかね、はい、まあ、やっぱりそれぞれの持病とかね、そうそう、あると思うんですよね、はい、うん、でましてやこれ今4月1日付けて、はい、まあ、割とどこの会社も年度替わりで人事異動があったりとかね、うん、すると思うので、はい、まあ、新しい上司が来たとか、うん、自分が全然違う場所に移動するとかね、はい、そういう悩み事もあるかもしれません、うん、まあ、でもトシさんはね、はい、そのご自身のアトピー性皮膚炎とか、はい、まあ、心の病気、うん、うつ病みたいなのも乗り越えて、うん、はい、で転職も何回かして、はい、で実は中身は言えないんですけども、うん、このあと春に向けてトシさんがねさらにステップアップするの。えらいことになるね。そうそう。これはちょっと中身は言えないんですけど、えらいことになる。えらいことになる。えらい人になってしまう。いや、もうプレッシャーがね。ね。半端ないですね。ニゼックさんから178センチ背が高い。はい。そうなんですよ。私ね、私実は169。まあいつも世間では170ぐらいって言ってるんですけど、はいはいはい、
私よりも10センチぐらい高い。そうなんですよ。だから子供の子ここね家5階なんで、はいはい、天井高いんですけど、うん、普通の岩あるってここぐらいなんですよ。なるほど。で、鴨居がもっと低いんで、これね、はいはい、ずっとこうかがんで生きてたわけですよ。あ、はいはいはい、もう30年間で、だんだんそうか、ここ最上階やからまあまあ背が高いの。そう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 、しょっちゅうそこでね、あの子供の頃頭当たってたよ。なるほどね。いや、ほんで181もともとあったんやな。そう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 、3センチ縮んだ。そうやね、健康診断受けた、最近受けて縮んでたっていうね。そう、ほんまに縮むんかっていう話。なんか縮むらしいですよ、お医者さん曰く。せけどごめんね、めっちゃいい匂いしてんねんけどさ、はい、いい匂いしよ、これこれよう考えたらさ、はい、ご飯できんのにあと15分から20分ぐらいかかるんじゃん。もう湯気上がっとんで多分炊けますよ、うん、はい。いや、これ冷めてまうやんと思う。冷めますね。冷めますねやないやねん。こっち食べる、こっち食べるか。いや、ていうかさ、こう逆算して焼かなあかんかったんじゃん、うん、もう、いらんこと言うなって。意外と早焼け、ね、あ、ニセックさん、私は165センチです。おお。じゃあ皆さん全員身長言いましょうか今聞いてくださってる方誰が興味あるねんお前ね。いや、まあね、あの女性の方もね、はい、聞いてくださってみたいで、いや、ありがたい。これこれがね、ね、はい、ちょっと待って、映さねえ。あ、これうまそうな、うまそうでしょ。柄や柄、柄ちゃう、はい、ほんで、もう料理が一応できたので、はい、もうこっちにカメラ固定でさ、そうですね。で、これをさっき一応テストしたい、ここでな。そうそう、大きい置き場所、はい、だけど多分変わってんねん、これ。で、これちょっと皆さんごめんなさいね、角度、角度を今調整します、はい、入ります。これで、これで、さっきもうちょっとでかかったよな。もうちょっと前でしょ。もうちょっと前、はい、前の下向きでしょ。あ、で、下向き。そうそうそう。あ、なるほどね、はい、はいはい。こんな感じ、ちょっと待って、これ止まった、さっき。これでええんか。はい。止まれへんね、ほらほら。使います。はい、今、トッシーさんがね、設営をしてくださってます。はい、いい感じですか。相当カチッといかないとね。これでええんちゃいます。はいちょっと斜めってるからこうか。はい、ほんでこれもうちょいこうか。それで大丈夫かな。ちょっと座ってみましょうか。そうやね、座ってみて、はい、もうトッシーさんの顔はね公開してるんですけど、まああまり私は公開してない。ええ顔じゃないんでね。ほんで、あ、健坊さん、うん、今から、はい、突撃しようかな、明日休みやし突撃しようかなって、コーラはデネブさん用で。そうなんですよ、私ね、そうですよ、コーラ大好き。誰やろう、よくご存知でございます、ありがとうございます。この後ね、ちょっとねコメントを別の場所から見よう思ってますんで、見れるんかな。ちょっとね今トッシーさんが調整中です、はい、よう考えたらこれあれやな、健坊さんがライブしてくれるのが一番綺麗に見えんねやろな、うん、そうやね。お前ね、今度健坊さん呼ぼうかそう、よう考えたら健坊さん実は明日休みやね。あ、そうなんや。そうそう、あの水曜日の祝日に仕事をされてて、はい、たまたま金土日お休みやね。あ、映ってるやん。映ってる。でもコメントが見えてへんやん。見えないや、やっぱり画像だけなんやね。え、どないすんのそれ。もうこっち読むしかないね。そっちで読む。そうですね。あ、じゃあそれ、これをデネブさん、トシさん読めんねんね。読める。あんたトシさん呼んで喋るっていう手でいこうか。はい、デネブさんが持ってるもらっても全然いいですよ、こっち。いや、俺多分その字が見えへんと思うね。マジで。うん、ちょっとんな私も座りまして。健坊さん顔出し恥ずかしい言ってます。あ、健坊さん、はい、そうか、健坊さんでも顔出しせんと出してなかったっけ。そうそう、あ、健坊さんね顔出し NG なんですよ。あ、そうなんですね。犯罪歴があるらしくて嘘嘘冗談今のもちろん冗談ですよもちろん冗談ね。はい、あんまりいらんこと言ったら怒られるわ。先輩やね、ニゼックさん、はいはい、ビール飲んだらさらに美味しいかも。あ、そうやね、はい、前一回ビール飲んだよな、居酒屋通しで。はい、飲んでましたよ。もうめっちゃいい匂いする。だからご飯炊けるも、あ、もうちょっと待たなってくださいね、はい、はい、え、じゃあご飯来るまで。メーカンさん、テーブルの下にたこ焼き。あ、そう、たこ焼き、あ、これね。ああ、はいはい、ね、よう見てますわ。よう、メーカンさん、え、これ見えてんのかな、そっち見えてる。これ抜いた方がいいな。抜いた方がいいね、はい、いいですね。見えてますか、皆さん見えてますか。トシさん、はい、トシさんコメント読むのにメガネ外すの
老眼老眼。ああ、そう、俺ちょその携帯見して。見えるか見てみるわ。見えるんやったら俺が借りる。ちょっと待ってくださいね。これな、ほんまにこれ動いてんのかな。ちょっとあのどなたかコメント。ああ動いてますわ。はい。見してもらっていいですか、はい。これが私が読めるんやったら。下に出とうでしょコメント。あ、読めそうやわ。あ、読めそう。私が見るわ。はいはい見てください。あ、ほんでね。そう。さっきの話あれ？これやっぱタイムラグあんねや。タイムラグそれどうしてもあります。ね、これ、はい、実はあのラムーで、ラムーの谷上店で買ったんですよ。で、多分あれどこでも売ってんのやろうね。多分ラムーやって売ってるでしょ。あの皆さんご存知ですか、このパクパク言うてね。あ、たこ焼き屋ね。そうそう、あのラムーのところにほぼ、はい、ほぼあるのかな。たこ焼き、そのラムーパクパクのたこ焼きの味をポテトチップスとコラボしてはんねん。そう、すごないですか、これカルビーですよ、あのコラボしてるもんね。ラムーさんすごいよね。いやラムーさん、別にラムーから一銭もお金もらってないけど。もらってないけど。もらってない。はい。コメント読ませてもらいます。はい、ちょっと待ってくださいね。まず、さっきメーカーさんね、テーブルの下にたこ焼きね。はい、そうそう、はいはい、これね、これの話。それから、正幸さんね、ごめんなさいね、さっき。美味しそうです。おかわりはありますか？おかわりはない。おかずのおかわりないね。ないよね。ご飯もほぼいっぱい、はい、茶碗。あ、で、あれがあるんですよね、デレオさんが。あ、そうそう、私はね、あの、鶏皮を買いましてね。そうそう、はい、これや、これちょっと温めます。おっと、水田さん。はい、あ、こんばんは。あの、豊岡の、はい、あの、コウノトリの里駅っていう駅がありましてね。はいはい、そこで、ポップ屋さんっていうね、駅舎カフェやってらっしゃるのが水田さんなんですけど、はい、こんばんは、見てますよってありがたいですね。メーカーさん見えてます。あ、見えてた、よかった。大谷さん、生姜焼きに少しだけマヨネーズ。あ、俺もそう、マヨ欲しい。マヨがないね。え、俺マヨ普段使わへんね。なんでな、ま、え、そうなの。はい、ほんまマヨかけへんので。大谷さん、私も同感。私もマヨ好きなんですよ。なるほど。確かにこれにマヨつけたらもっと美味しいかもしれない。うん、そうやね。これでもすっごい油ぎっしゅやん。しかも油好きやん。そうやね、俺油ぎっしゅが好きやから、うん、これ頼むから嫁さん見んどいてって話や。分かれ、コーラと生姜焼きなんかもう最悪やね。もうコーラこんな、しかもなこれ750でしたっけ。そうね、そんな奥さん見たらもうやばいな、発狂や、ね。はい、ニゼクさん、路線図アニメの森ね、はい、関西限定でたこ焼きチップス。これでもどうなるの、関西限定とか書いてんのかな。ラムあるとこやったら売ってるんちゃいますかね。限定みたいのは書いてはないね。これすごいな、せやけど。でも、今日話しててさ、はい、あの、ラムパクパクの、はい、まあ、パクパクのたこ焼きって6個入って100円。で、あれ税込み100円。そう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 。ほんで、まあ、しかも全部たこ入ってんの、はい、で。美味しいよねって話をしてたんやけど、はい、俺初めて知ったんやけど、これ専用の、うん、ソースなんやってね。そうそう、チラッとね、僕一回見えたことがあるね、中が。トシさんが、うん、パクパクの店の中を覗いたら、そう、カウンター見えたの見たら、うん、パクパク専用ソースってなってて、で、それは書いてる何、そうそう、ダンボールみたいなのがあって、あ、やっぱ専用品使ってんねんやみたいなね。なるほどね。ラブ、BTS さん、一緒にもう一品作りたいなって。来てください、来てください、はい、あの、お待ちしてます。トツあり、この人はかもしれん、はい、あの、いや、本当来てください。あの、私ウェルカムです。もう一品で、ね、作ってほしいし、あの、顔出し銭湯入れますんで。はいはいはい。え、場所は知ってんの。いや、知ら、大体は知ってますけど。なんで教えとかへんねんな。もうな、ちょっとね、今ね、個人的なトッシーさんのお友達、まあ、岡ちゃんのお友達が、はい、ご近所にいらっしゃって、はい、これはい、あのね、ラムの鶏皮つまんでください。そうそう、そう、ご飯できるまでね、はい、これね、私が買ったんですよ、はい、見えますか皆さん。おっさん2人が食うてるだけやからね、これいつまで続くんやろうな。え、ほんでデネブさんは飲んでいいよね、運転しないそうやね、からね、はい、今日は夜中に車、夜12時、0時ぐらいに出るし、好きでしょ、ほろ酔い。あ、これ用意してくれてたの。そう、俺サワーのこのほろ酔い好きやね。よし、知ってくれてるやん、はいはい、さすが俺の女房。え、俺がこれ好きなの、なんで知ってんの。お前言うとったもん。あ、覚えてくれてたの。何味って聞いた、あのカルピスみたいなやつ。あ、そうそう、これ大好き。え、じゃあコーラは別に明日でいいやん。
まあいいです。まあ後でね。はい。いっぱいやってください。僕はあとね、運転します。ああ、そうやね。はい、え今から何その、ネットしてたの。タバコ吸う。ちょ、待てな。俺一人で喋るって書いてある。はい。こっちこっちで喋ります。あ、なるほど。あの、そこでタバコ、はい、家の中で、ね。換気扇の下で。はい。ということですね、はい、あのコメントも読みたいと思いますが、はい、ちょうどねコメント読めるっていうのがまた楽しいっていうのが最近分かりましたんで、いやだから健坊さんとこの間福井行った時のライブが本当楽しくてね、はい、その今までは自分が撮る側で、はい、で正直コメントが恥ずかしながら見えなくて、はいはい、字が小さくて見えなくてやり取りできへんかったんですよ。で健坊さんと福井行った時にコメントを読み上げてそのコメントに返すってまあ楽しいもんやなって、はいはい、それがねライブのなんちゅうか意味合い醍醐味ということだそうです、うん、はい、ということでコメントをいただいてます。こてっちゃんさん、はい、珍しいですね。あ、こてっちゃんさん、おえ、あかよ読める言うたけど字がやっぱりちっちゃって読まねえわおうちごはん、そうそう、こてっちゃんさんっていう YouTuber の方が、はいはい、この方ね、あの関西メインで街ブラシされてる方が、あ、ぜひまたそれ見てください、はいはいはい、でさっきね、そういえばあのニセックさんが自己紹介されてて、はい、おそらく今これ YouTube ラマーライブ聞いてくださってる方で、はい、おそらくですけど10人ぐらい鉄道会社の方が聞いてます。すごいね、ありがたいですね。すごいね、ありがとうございます。でその鉄道会社の方にもだからニゼックさんとかね、はい、例えば鉄道がチャンネルさん、うんうんうん、もう間もなく10万人チャンネル登録いく方いらっしゃるんで、はい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 、ぜひね皆さんもそのあどう鉄道系 YouTuber っていろんな種類があんねんなっていう、うん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 、例えばあのスーツさんとか、はい、西洋さん有名じゃないですか、はいはいはい、でも私ニゼックさん思ったのが路線図アニメ作んねんね。でそれって例えばですけど、神戸市交通局の路線が何年にどっからスタートして、まあ、例えば明谷三宮だっけ、はいはいはい、そっからスタートしてこう何年に伸びていったみたいなのを、うん、歴史を振り返りながら、はい、だからね単純にアニメって言って路線図書いてるだけじゃないねん、ちゃんと調べて勉強してはんねん、はいはい、でもう一個鉄道がチャンネルさんなんかは私あのデネブチャンネルでも紹介してるんですけども、うん、北条鉄道の取材に同行させていただいてね、はいはい、まあびっくりすんで、うん、あまりの丁寧さと あのあまりの取材力、はいはい、そしてあの綺麗なお声で解説する、うんうん、あれが本物の鉄道系 YouTuber やな、うん、まあ私はもう雑談系 YouTuber、 そういうのもあっていいんですよ。だからいろいろあっていいんですよ。そうですか。そうそう、許してくれんの。許すめん、許すってなんか上から言ってちゃうちゃう、ほんまええと思いますよ。コメント頂戴してます、はい、アヒル隊長さん、はい、ほうアヒル隊長さんって昔からお付き合いがあるんです、はいはい、この方もこの方ね写真が上手やね。あ、鉄道の写真撮って、はい、多分あのインスタ、ツイッター、今 X か、はいはい、でも発信、私がね今 X してないんでね、うん、アヒル隊長さんの個人のこうアカウントまで見れてはないんですけども、はいはい、とにかく写真綺麗、うん、あれこれどうやったらずれんねんな、こうかな、ちょっと若干な斜めいってるような気がするんだよな。じゃあちょっと私つまみます、せっかくなんで。つまんでください。まあとりあえずじゃああのご覧の皆さん乾杯しようや、はい、乾杯しましょう、はいはい、じゃあトシさんお疲れ様、はい、まだ入っていいですか。じゃあ皆さんもあの、よかったら、はい、今日はお疲れ様でした。はい、ありがとう。今日も一日、はい、お疲れ様です。乾杯。はい、うまいわあー、やっぱりこれなんか微妙にずれてんねんな。これしかもタイムラグがあるからずれた後またずらしてんねんな、自分で。そうなんですね。定まらへん。あ、やっぱりまたさらに斜めだとんな。これどういうことや。こうか、こうか。右左分からんな。分からんようになる、はい。多分、ちょっと今俺黙って、もうちょっと、こんな感じや。はい。アヒル隊長さん、コメントいただいてます。最近は X にあまり上げてない。あ、そうなんや。やっぱ最近インスタなんかな、ヒル隊長さんも、うん、健坊さんインスタがね、なんかこう難しないっすか。じゃあ俺インスタの使い方も正直分からへんね。分からんっすわ。あのハッシュタグも何でもいいんやってね。はあはあはあ。ただ
例えば今日は仕事しんどかったってハッシュタグしたところで誰も引っかかれへんやん、うん、はい、多分ね、検索してない、そうそう、あ、これ鳥皮なんですよ、湯気出てんの分かります？いただきます。はい、うん、うまい、うまいっす。あ、箸ここに置いていいやんな。ちょっとこのパクパクのポテチはのけまして、はい、あ、コメントいただいてます、健坊さんから、はい、ニゼックさん、メーカーさん、先日は福井向けありがとうございました。コテちゃんも久しぶり、あ、え、健坊さんコテちゃん知ってんの？マジで？あかん、やっぱり字がちっちゃいの見えへんな、老眼ですから。うん、これ一番下何書いてんのやろ。うん、これもともとさ、はい、今日はこのテレビで、はい、そう、コメント見れるっていう話やったんやけど見れてないわ。あ、ご飯、はい、見てください、ほら、うわ、もう湯気出てるほら、ご飯美味しそうじゃないですか皆さん。はい、ということで、ご飯と、はい、生姜焼きと、まあ、これはおつまみでね、鶏皮とで中杯と、はい、コメントいただいております。ニゼックさん、健坊さん、こちらこそ先日ありがとうございました。アメーカーさんもね、健坊さん、福井動画楽しませていただきました。ライブで福井の盛り上がりが伝わりました。こちらこそありがとうございます。あ、メーカーさんって優しいよね、丁寧よね。ちょっと失敗したこと言っていいかな。え、ご飯、はい、なんでいちごしか炊いてないね。え、なんでなん、間違えた分量、もう一回炊くんであれしてください。え、これいっぱいで終わりやん炊きます。あ、でも半分ぐらいは入れられたんや。入れてます。いちごってさ、はい、茶碗2杯ぐらいあるんじゃん。いや、ないね。ね、何、もう一回今から炊くの？もう一回炊きます。だそうです。はい、結構ね、皆さんコメントいただいてて、ありがとうございます。今ね、24人聞いてくださってます。私の YouTube ライブとしてはもう奇跡です。奇跡です。うん、はい、水田さんね、鶏皮は、何味？これね、何味やったっけ？うまからって書いてあるね。うまから？甘辛？はい、甘辛か。甘辛や。甘辛味です。我が家には鶏皮、え？あかん。やっぱこの、ちょ、見て、これ見てんね、皆さん。これね、あれや、自分の携帯の画面やったら見えんねんけどね。ポン酢とネギで味付けしますね。ああ、なるほどね。ネギポン酢、ね、はいはい。国鉄広報部さん、お疲れ様です。国鉄ちゃいます？いや、国鉄よ。国鉄の。うん。美味しそうですね。X 宣伝しておきました。ですって。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。メーカーさん、すいません。ちょっとお風呂行ってきます。そろそろや、そろそろや。お風呂行ってください。はい。はい。遠慮せんと行ってくださいね。はい、そういえばさ、はい、これ繋げてもらっていい？ああ。すいません、はい、はい、今ね、充電しながらちゃんと撮ろうと思ってね、電源切れたら嫌やし。今ちなみに映ってますか？大丈夫ですね。映ってますね。はい、あ、大丈夫です。はい、はい、で、どうしよう、俺ご飯食べてえの？いや、食べてください。炊きましたんで、もいいですか？はいはい、これうまいわ、これ。いや、ほんで、じゃあごめんなさい、トシさん悪いけど、さっきいただきますね。あ、じゃあ食べて。え、マットカンで？はい、マットカンでいいです。もう僕も行きます。じゃあ、いただきます。はい、映ってますよね。はい、ということで、私があまり好きではないあまりね、だから生姜焼き積極的に家でも食べない、はいはい、会社の食堂でも食べない、はい、見て、ご飯ほんまやな、えらい少ないな、少なすぎるやろ。はい、はい、というわけで、はい、トシーさん呼んで、あ、でも読むたびにメガネ上げなかったね。はい、あ、そうです。そっちの方が確実に見えるやろ。見えるんかな。うん、おそらく。どこまで読みます。あ、お風呂行ってきますね。じゃあ俺、はい、健坊さんのところから読んでほしい。健坊さんのところ。はい、じゃあちょっとごめんなさいね。福井向けありがとうございましたですか。その最後のところ読まれんかって、漢字が続いてるとこ。あ、各皆様お疲れ様でございます。あ、各皆様、はいはい、来てます。お、うまいやん。ほらほら、
ほら。いや、お世辞抜きで言って読む。ほんまに。ほんまに？いける？うん。なるほど。まあ、タレは言われへんねんけどね。これやっぱりタレがうまいんかな。タレとやっぱ焼く人の愛情。愛情、味加減ね。そう。いや、なるほど。生姜焼き美味しいやん。はい。しかもあの私があの脂身が好きなんでね。はいはいはい。ちゃんと脂身の多めのお肉を選んでくださって。はい、うん。熱いお茶でね。うん。うまい。ちょっと食べと間口数減りますけどね。あの食べてる音聞こえちゃうんですかね、やっぱ噛んでる。どうなんでしょう、咀嚼音。うん。俺もモーティ。はい、どうぞ。マヨネーズとかつけへんねんね。つけへんですね。そうや、マヨネーズつける人いますね。うん。待って、用意しときますわ。あの食べながら、はい、コメントをちょっとずつ読んでもらっていいですか、ね、はいはいはい、はい、今お風呂行ってきますで止まってます。お風呂行ってきますの前全部読めてないね多分。んポン酢とネギで味付けは読めましたね、うん、その前鶏皮の何味ですかの後なんて書いてる。鶏皮のその後お風呂ですよ。最初その前水田さんのコメント、鶏皮は何味？うん、その次。我が家は鶏皮、湯引きして、ポン酢とネギで食べます。湯引きしてって書いてない？そう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 。うん、ネギポン酢やね。うん。うまいわ。うまい。そうやな。そうやなって。めっちゃ笑顔ですやん。顔見せられへんけど。ほんまやな。めっちゃ笑顔ですやん。でしょ？うん。ほら。よかさん、なんでこんな野菜多いの？だから食べんと、うん、そういうもんね、愛情ですやん、うん、ほんま野菜食わへんもんね。別に嫌いなわけじゃないねん、ただ積極的に食わへんだけやねん。だから食べて。こん、そういえばさ、この間ないだっけ、トシさん健康診断行ったけど、はい、何も悪いとこなかった。うん、全くなかったっていうね。そう、だから何、あの血液検査とかも異常なし。そう、全然ない。血圧もない。50歳、はい、本名は言いませんけど、トッシー、まあ仕事場でお母ちゃんと呼ばれて言ってもと、トッシーさんは健康体、はい、うん、いや、もっと不健康や思ったんですよ、はいはい、自分ではね、うん、チョコさん、あ、チョコさん食べてる、わらわらもしかしてチョコさんはあのチョコさんかなで、小夜さん。あ、小夜さん。白米の湯気がよく見えて、ご飯美味しそうです。これね、生姜焼きとご飯ってほんま合うねんな。こないうまいねんな。うまい。玉ねぎは冷凍やもんな。うん、言っちゃった。まあまあ言っちゃったからええけど、うん、そう。いやもうそんなん手間かけへんのですよ。うん。はい。便利なもん使う。はいね。はい。あの、食品へのこだわりってあんの？家で作ってて。ない。特にそんなの、ね、ない。食べられへんもんあんの？鳥があかんですや。アレルギー。トッシーさん。エビカニね。エビもカニもあかんの？はい。北海道行っても何も思んないでしょ、だから。じゃあ、あれな、あの、作りとかさ、寿司屋行っても、うん。あの、エビとか食べへんの？そう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 。鳥食べられへんで、鳥唐揚げ食べられへんのでしょ？そう。鳥のステーキも食べられへんのよ。で、仕事場めっちゃ鳥売ってますや。そう、あの、トッシーさんが働いてる場所は言えないんですが、はい、まあ、コンビニの店員さんね。そう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 、めっちゃ鳥売っとうでしょ。鳥の弁当とかだってさ、鶏から売ってるやん。そうそうそうよ、鶏からを食べれる人が鶏からをあげて売ってるっていうそうか、作んねんもんね、コンビニの店でね。そうそうそう、はい、裏でね、はいはい、そうなんですよ。だから鶏から食べる、だから俺トッシーさん家で飯食うのこれで4回目ぐらいかな、はいはいはい、だけど毎回鶏からがあかんねん。あ、リゼクさん、はい、さてさて作業しますね。あ、そうやね、うん、ライブは聞き続けますよ。あ、ありがとうございます。ラジオ代わりに、ね、ありがとうございます。はい、聞いていただけたら。今路線図アニメの編集作業中なんです。はいはい。
アヒル隊長さん。アヒル隊長さんね。肉を巻いて生野菜を減らします。あ、なるほどな。肉で野菜を巻くの。消費するっていう。これさ、話しちゃうけどさ、こう肉をこう切るってむずない。こう箸で。ああ、むずいむずいむずい。これやっぱり正直こうするよね。します。しますし、もう噛みちぎる。まあそう、噛みちぎるのは獣。獣に近いけど、うん、これはしゃあないよね。しゃあない。これを野菜で肉をこう巻くってこと？そうでしょう。肉巻きでしょう。ちょっとこれ見えてんのかな、皆さん。こんな感じ？まあ、マロン大好きさん。はいはい。美味しそうですね。昇進おめでとうございます。プレッシャーはすごいと思いますが、頑張ってください。誰のことや？私も耐えられるよう頑張ります。また風邪治ったらカラオケ行きましょう。あ、今日もう誰か分かった。ありがとうございます。それお知り合いね。分かった。さっき話聞いてました。はいはいはい。ほんまカラオケがね。あ、好きな人？めっちゃうまいんですわ。うまいの？うまい。ほんで、一緒に行ったこともあんの？はい。で、年齢も近いんで、はいはい。曲のこの、あ、ね、好きな曲とか、そうそう、もうな、結構ツボをついてくるんで。なるほど。これ俺聞きたかってみたいなやつを歌う方がそう。そう。その方確か今日行くとき聞いてたら風邪なんやな。そうやね。風邪ひいてる、ね。寝込んでるかもしれんけど、聞くかもしれない。そう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 です。入ってきてくれてありがとう。ありがとうございます。私、デネブ言います。皆さんよろしくお願いします。直してくださいね。ちゃんと寝てね。熱出てて。アヒル隊長さん、これうまいな。はい。あ、こてっちゃんさん、けんぼうさんお久しぶりでした、うん、マッサーユキさん、ご飯が進みますね、おかわり、まだ炊けてないやないかい。そうなんすよ、まだなんよね。何しとんねん、違う話やな、ほんま。いや、いつもの癖って怖いよね。あ、そうか。そう、いつも一番しか食べへんから。そう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 、そうやね。ちょっと待って、鼻かむわ。はい、なんで今絶賛炊いてるんでね。あの、ごみ箱持っていいですか。鼻いっぱいで飲んだ私。花粉症？いや、花粉症ではないはずね。うんうん、これゴミ箱ってもしかしてここ映ってんのかな？映ってない？大丈夫？大丈夫です。大丈夫そう。ね、あ、ちょっと映ってんな。あのさっきさ、はい。あのもう一品作りに行きたい言ってくれた人さ、はいはいはい。場所を個別に LINE するんで来てください。あの普通 LINE より絶対配慮しますから。はいはい、声はね、どうしてもあれやけど、声だけごめんやけど許してもらえたら。はいはいはい。ただ作る材料あんの？例えば卵とか。あ、ない。はあ、ないな。でもないもん、必要最低限の暮らしやから。僕なんか卵とか普通ないないない。うち常時あるで。ああ、まあ俺が家族やから。うん、なるほどな。うん、まあどうにかして連絡取ってよ。いや、ずっと会いたい会いたい言ってますもんね。そうだね、あの何さんやったっけ、そのアカウントの名前忘れたけど。はい、忘れた。忘れたけど、はい、お近くの方ね。うんうん、私がちょっと会いたいと、うんうん、お茶させてくれと、はいはい、3人で、うん、って言ったら、トシは嫌がんねん。いや、嫌がるっていうかね、何きっかけで呼びますの。別に友達が喋りたい言うてんねんで。そんなんで呼ばれて行く？反対に何々ってならへん。なれへんやろ。なれへんかな。まあその人からのコメント待ちましょう。私と、まあ今日来るかどうか置いといて、はいはい、またほんと3人で飯とか行きません、うん、ああ、はい。ぜひね、はい、お茶でもいいし。って言ってます。どうでしょう。はい、ご感想。それで嫌言われたら、やめろ。YouTube やめろ。チーンや、はい。そうや。あ、ま、いや、ほんで、うん、もう今9時45分ですよ。めっちゃ早ない。あれ、時間経つの早いな。早いな。ちょっとティッシュ買ってもらって。はい、はい。まあ、あと長くても30分ぐらいかなと思ってるんですが。はい、はい。一旦ね。まあ、一旦ね。うん。まあ、って言いながらあと2時間ぐらいやってるかもしれないけど。そうやね。いや、実はね、はい、トッシーさん。はいはい。まあ、先ほども繰り返しますけど、コンビニで仕事されてて。うん、はいはい。で、まあ、ちょっとこう、今50歳で。はい。で、いろいろこう心境の変化というか、うん、ちょっとこれからパワーアップしていこうと、うん、いう思いに至りまして、うん、至ったみたいでして、うんうん、いや、至らされてんけどな俺。うん、もやし店でな。あ、店とかね。そうそう、他のいろんな環境がね。そう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 、そうそう、至らした俺じゃないね。もともとは他の周りの環境がちょっといろいろ変わりつつあって、うんうんうん、まあ、トッシーさんがちょっと一歩前に出なあかん、うん、で
それやったらどうやねんと、うん、言うて私が言うたんはそれや。そう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 、あのトシさんが、うん、その一歩前に出るにあたって、うん、俺前から気になってたよ、うんうん、髪型変えようや、はいはい、いうふうに言う。ちょっと待って、うん、今鼻にティッシュ突っ込んで突っ込みながら飯食うやめてくれへん。もう花粉症が、はい、はい、そうで、うん、いやトシさん分かってると、そのアトピー性皮膚炎のことが気になって、うん、はい、どうしても髪型がこうおかっぱっぽくなってね、ちょっと隠そう隠そうっていうね、隠そうとしてんね、うん、はい、で身長も178センチ、まあ180あって、はい、スタイルも良くて、うん、で料理もできて、はい、健康で、うん、それがこれから一歩出よう前に行こうっていう時に、はい、やっぱちょっと髪切ろうやと、うん、絶対短い方が似合うとで私は力説したわけですよ、はいはい、そうそう、前回おった時にね、そうそうで、それって、はい、実際トッシーさんも、うん、言われたことあるんちゃうの。まあ元嫁とか結構言ってましたけど、髪切ったらそうそうそう、はいはい、言ってたけどやっぱ自信がないというか、いやだからね、ちょいちょいその猫背なんのも、うん、まあもちろん腰があんまり強くないってもあるかもしれんけど、うん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 、けどやっぱり単純に自信がないとかやと思うねん。そうそうそう、そう、そうやね。いやちゃうねんと、うん、圧倒的に素敵な男性やないですか、ね、うん、いやそうそう、なんかめっちゃそう背中押してもらったというか、っていうか俺みたいに、うん、もう料理もしない太ってるいやいやいや、あとなんやろな、まあ、料理洗濯掃除一切しない、うん、まあ男としてはカスです、ね、いやいや、あの父親としては、うん、子供、あ、この間ね結婚式、そう、まあ、結婚式で、ね、うんうんうん、娘が結婚して、はい、まあ、それなりに子供ちっちゃい時は頑張ったつもりですけど、うん、やっぱりね男としては圧倒的にトッシーさんの方が別に上下じゃないよ、はいはい、上下じゃないけども、うん、立派やと私は思ってて、はい、だけどとにかく髪を短くして、うん、ちょっとこう背筋伸ばして、そう、背筋伸ばして、はいはい、胸張っていこうやと、うん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 、言うたんですよ、はい、偉そうに、ほんなら、いやいや、うん、いやそれをねトッシーさんが反発すんのかなと思いきや、うん、まあまあなんか真剣に考えてくれたみたいで、はい、ちょっとコメント読みましょうか。コメント入りましたか、はい、LINE いただきありがとうございます、見ましたよ。おお、誰やろ。国鉄広報部さん。国鉄広報部さんがね、誰か分からへんねん。もしかしたら私かな。鉄動画チャンネルさん、お風呂から上がりました。あ、おかえりなさい。おかえりなさい。はい。すみません、今ね、はい、何を話してたかというと、トシさん、変わると。はいはい。で、散髪しようやと。うん。で、どっかないかな。うん。まあ、どっかないかなっていう前に。まあ、もともとね、その1000円散髪ばっかり行ってたんで。はいはい、うん。これ夜中散髪行ったらおもろいんちゃうんっていう話ですよね。ほんでたまたま私が見つけた、はいはいはい、あるでと、夜中2時までやってる美容品があると、はい、いうのを偶然見つけまして、うんうん、しかもあんま遠くないと、そう、神戸市内、うんうん、東灘区やったっけ、そうそうそう、灘区か、うん、神戸市灘区に夜中の2時までそうやってる美容院さんがあるんですよ、うん、はいはい、で、失礼ながら美容師さんの名前忘れた、うん、じゃあめ覚えにくい名前よね、そうやね、カタカナやね、これ、あの当然次ライブ配信するときはきちんと名前を覚えていいんです、はい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 、で、そこに実はね、うん、今日夜中行くんですよ、はい、なので、今日0時出発して、うん、1時には現地、1時に予約したよね、そうです、そうです、はい、で実はもうね、その美容院予約してるんですよ、はい、で、またそこの方も言い方で、その僕のね、そのまあ皮膚の病気のことも分かってくださって、うん、あれね、私が YouTube でデネブチャンネルでトッシュさんが出てるやつを事前に送ったんですよ、はい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 、だから見てくださって、はい、私が言うたんちゃいますよ、うんうん、その美容院のオーナーさんが、うん、あの失礼ながらこの方は肌のやっぱりご病気ですかっておっしゃったんですよ、それがすごいまた、はい、私は何て言うかな、それがすごく良くて、うんうんうん、あのすごいお客様のことを考えてる、はいはいはい、だからおっしゃったのは、うん、トッシーさんの顔写真、うん、前横後ろみたいなの撮ってもらえると嬉しいと、はい、うん、でそれからご病気のことあるんやったらその遠慮なく言ってくれたら、例えばシャンプーしないとか、はいはいはい、そういう選択肢もありますよね、うん、って話を直接お話しさせてもらえる、はいはい、
いうことで、私が予約した後で出ましたよね、うん、そうそうですそうです。それを話した感じはどうやったんですか？いやだからそういうのがあるんやったら、あの自分のシャンプー持ってきてもらっても全然いいですし、はいはい、いうことで。結局今日持っていくの？そう持っていきますね。あ持っていくことなの？はいはいはい。ちなみにシャンプーは、うん、そういったら薬用なの？薬用というか無添加やね、きつくないやつ。やっぱそういうの選んでんねや。選びますね。なるほどな、うん、ということで今日は、うん、なぜ我々がこの9時から今ライブしてるかというと、うん、夜中1時からライブしますっていうことを予告するためにライブしてるんですよ。そうそう、何回ライブすんねんって言われてるけど、はいはいはい、そうなんですよ。だから真夜中に髪の毛を切るライブっていうね、はい、そうなんです、はい、まあそれもあの実は病院さんには動画撮ることはもうすでに了解得てるんです、はいはいはい、ただ、うん、ライブで撮るとは言ってないから、うんうん、もう一回後で電話せなかった、うん、そうですね、そうそう、はい、勝手に急に行ってライブ撮り始めたらね、やっぱり良くない人もいらっしゃるかもしれない、うん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 、あのすごい親切よね。親切、あのオーナーさん電話の感じもすごい良かったよ、うん、いやだからもしね、うん、まあ僕みたいな病気ね、うん、病気って言ったらあるけど、うんうん、まあそういう人がおって外出るんも嫌や、昼間行きたくないなっていう人がおったら、うん、夜まで空いてるんで、なるほどね、行ってもらえるとか。そうだね、だから夜やから人目気にせずもね。そう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 、もしそういう人も言い張るかなとかね、うん、いろいろ。そうなんですよ、はい、なので私はその今日ライブ配信しながらね、うん、その病院さんのその夜中やって、なんで夜中やってんのかとかね、はい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 、例えば美容師さんって何歳なのかって全然存じ上げないから、いつからこう夜中営業するのかとかね、はいはいはい、なんでなのかとかね、そうそう、どんなお客さんがおんのとかとか、うん、まあもちろん個人情報は言わないでしょ、はいはいはい、あのいろんな話聞いてみたくて、うん、それが一つ、はい、でもう一つはカールトッシュさんを見てほしい。返信視聴者さんに、はいはいはい、で夜中のどうしても1時2時なんで、うん、あの普通の人は寝てます、はい、ましてや今日木曜日ですから、はいはい、明日仕事の方も多いから、うん、あの皆さん本当にね無理せずに、うん、はい、あのアーカイブで残しますんで、うん、また後日ぜひね見ていただけたらと思いますんで、だからトッシーさんがこう変わるね、うん、一日になったらいいなと思って、はいはい、そうだからそれのねきっかけをくれたのがデンウさんやと思って、まあきっかけというかね、うん、面白かったんですけどね。そう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 、薄い、面白かったんじゃん、面白かったんじゃん、はいはい、で毎回音を取ってほんま絶対短い方が似合う、うん、はいはいはい、はい、だからあの今ね多分聞いてくださってて、はい、お返事ないご近所の方、うん、絶対次見てください。返信するんかな、うん、返信すると思う、うん、やっぱ髪型とかでね、あのトシさん普段メガネかけてる、はいはい、このメガネ、うん、メガネだけ取ってここ見して、うん、メガネこう映るんかな、分厚い黒のメガネ、はいはい、本当はこのメガネも変えたら、うん、まあ、どんなんがどんなんが合うと思う、むしろ、いや俺ね、あのまあ流行りかどうかわかんないけど、うん、シルバーの、うん、なんやろ、あの細い、あ鉄、あアルミ、アルミ、アルミ的な、そうそう、はいはいはい、のが絶対合うと思う、うん、でもメガネはただ高いやん、高い、そんな1000円2000円で買われへんから、うん、だからまあとにかく今回は順番にね、そうまずは今回の散髪をして、はい、短い年差になって、うん、で俺ねオーナーさん、その美容院のオーナーさんから言われたのがね、はい、うん、やっぱアトピー性皮膚炎の方ってどうしてもそれを隠そうとする、うん、だから前髪を下ろす方やっぱ多いんですよ、はいはいはい、でも間違いなくこの方は前髪上げた方が似合うと思いますっておっしゃって、大手もないのに、はいはいはい、だから多分短いのが似合うんやと思う、でもほんまに短いするの何年ぶりなん、もしするんやったら、いやどこ中学校の時ほら神戸市って丸坊主じゃないですか、当時やっぱ丸坊主やったから、丸坊主やったからそれ以来ですよ、短いもう普通に今ずっとセンター分けやもん、高校も、なるほどな、だからちょっと散髪したトシさん、岡ちゃんを見た今度職場の感じどうやろうな、うん、どうやろう、どうなんやろうね、うん、コメント入ってないですか、風呂上がりましたで止まって、はい、皆さん寝てましたか、寝てますかね、どうでしょう、はい、はい、22名の方、あ22名も聞いてた、はいはいはい、ありがたいですね、ありがたい、まあ、あのラジオ側にね聞いていただけたらと思います、うん、まあ、もしかしたら私チョコさんという人も私のお友達かもしれない、あかもわからないですよ、はい、はい、うん、あのそうですよ、 YouTube の名前で誰か想像つく人と想像つく人、うん、はい、あそうそうそうです、ね、そうですそうです、
ちなみに哲夫さんって何時ぐらいになる編集してんのやろな。わからない。っていうか、一日何時間編集するんやろね。だって、笠井市の北条鉄道、はい、取材行ってからアップするまで2ヶ月かかってんのよ。そうなんや。60日やね。まあ、もちろん、他の仕事もしながらなんで、はい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 、毎日毎日 YouTube 編集してるわけじゃないけどね。うん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 、例えば、ニゼックさんなんか、うん、路線図アニメ1本作るのにどれぐらい時間かかるんやろね。そんな、こう、直に聞ける機会ってないもんね。いや、そうやな、そう。俺だからね、ケンボウさんなんかもそうねんけど、うん、まあ、たまたま私の近くの YouTuber の人は、うんうん、すごい皆さん気さくで、はいはい、いろいろ教えてくださるんでね。うん、にあれやろ、ケンボウさんめちゃくちゃ編集も早いね。いや、ちゃうね、ケンボウさんのね、あの、なんか、うん、女の人、うん、神社かな、寺かな、なんかで撮っと、あれでしょ、あの音楽のやつ。そう、プロモーションビデオみたいなやつ。ね、あれすごないですか。すごい。俺もあれも見ていいでしたもん。ねえ。いや、あの人は半分プロやねん。行政からも頼まれてる。ああ、そうなんや。まあ半分プロやったらちょっと、もちろん本業されてるから、うん。はいはいはい。YouTube だけで食べてる人ってまだまだやっぱ少ないと思うね。じゃあ俺、ケンボウさんに教えてほしいね。この、今日も使ってるアプリ、はい、この間ケンボウさんに教えてもらったけど、はいはいはい、最後にそのアプリの名前が CM みたいでね。はい。ケンボウさんのライブでそれ出えへんはずや。あれなんでかまた教えてください、ケンボウさん。あ、編集は今は昼間してますよ。その前は深夜に編集してました。鉄道がチャンネルさん。あ、昼間してるの？昼にあんねんね。鉄道さんって、こんな質問したらあれですけど、何時に起きんじゃん、何時ぐらい寝て何時に起きんじゃん、どういうみんなサイクルなんやろね。ね。マロン大輔さんね、はい。夜中は寝てると思うので、火曜日新しい髪型楽しみにしてます。そうですよね。私も短いの似合うと思います。でしょ？ありがとう。それは、あの、あれですか、はい、風邪ひいてると思う。そうそう。絶対、俺もそう思うね。いや、俺、その人ともほんまお茶行きたいわ。って言ってます。マロン大好きな。お茶行きません？ 3 人で。で、モーニング食べてる手元だけ動画撮らせてもらって。ああ、はいはいはい。一回ね、行きましょうよ。そうそう、行きましょう。はい、神戸市北区に住んでるんですか？そうですね。はい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 。まあ、アホな話しかできませんけど。まさゆきさん。ご飯からトッシーさんのビフォーアフター変身ライブですね。ああ、まさしくその通りなんですよ。ありがとうございます。そうです。ご飯は、ビフォーアフターのための前振りですからね。はい、そうそうそう。ちなみに私これ今、残してるんですけど、残してるんちゃいますよ。はい。これ、あえて油の方が、汚い食い方なんですよ。ご飯がまだ来るんでね。あ、僕もこれ、ね、一旦、はい。置いてます。俺、こんなにサラダ食べたのも久しぶりちゃうかな。久しぶりやし。めっちゃ生姜焼き食べてもらえて嬉しいわ。生姜焼き普通に美味しいな。美味しい、美味しいでしょ。うん、生姜焼き美味しい。はい。どうしたらおにぎり作んの？うん。これおにぎりと卵焼きつけんのよ。あ、卵焼きは知ってる。うん。今度また。卵焼きがね、うまいことできへんね。ごめんなさい、ティッシュと。あれ、くるくるっとこう。ああ。ね。俺、あれやね。あの卵焼き、あんまり綺麗な卵焼きすぎじゃないね。あの、乱れた、厚さがバラバラのね。くちゃくちゃでもいい。はいはいはい。あの、男の料理ってあれやね。あんまり綺麗なんじゃない、うん、ね、そうそうそうです、そうですよ。うん、鉄道がチャンネルさん、はい、だいたい7時くらいに起きますね。取材の時は4時起きです。やっぱりな、たゆまぬ努力なんよな。そうなんよ、ね。僕らほら、絵見て、うん、あーって思うだけやけど、いやね、裏では。鉄道さんだってさ、俺、北条鉄に確か9時、8時50分着の北条町到着の中で待ち合わせした、はいはい、うん、で、事前に、うん、学の山田さんに、はいはい、元学南電車の運転手の山田さんがね、はい、多分早行ってるますよ、うん、あの方相当取材するんでって聞いてたから、うん、早めに、どこや、駅名忘れた、北条、北条のあの、パンっていう、真ん中のとこね、そうそう、忘れた、忘れた忘れた。その駅に行ったら、はい。7時。あ、ちょっと待ってくださいよ。ガクちゃんさんね、まずガクちゃんさん。ガクちゃんさん。散髪終わるの何時頃ですかね、わら。これね。そうやな。もう多分、新聞屋が朝刊配り出すぐらいちゃいますかね。一応でもお店は2時までやから。そう、定時はね。2時までなかんでしょ、はい、でもほら、受付は2時までやけど、え？切ってて長くなったらそれは開けてるでしょう。そうなの、ね、うん。そんなの聞こうか。切って、はい。うん、で、マロン大好きさんね、うん、ぜひ一緒に行きましょうって入ってます。マジですか？マジで。よっしゃー。
アホやな。ぜひぜひ、はい、行きましょうよ。あの、そういう意味ではね、はい、マロンさんですね。マロンさんね。マロンさんね、なんかね、うん、どっかええカフェとか、純喫茶とか、あったら教えてください。店ね。そうそう。そうやわ。で、女性がこう、行きそうなとか。ね、で、私、あの、まあ、デネムチャンネルっていうもんなんですけど、はいはい、デネムチャンネル見たら、まあまあ朝ごはん多いんですよ。はい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 。できるだけ同じ店は行かんようにしてるんですよ。うんうんうん。もちろん。被らんようにね。そうそう。同じ店も何回か行ってるんですよ。うんうん、行ってるけど、2回3回同じとこ動画あんまり撮らない。はいはいはい。なので、まあ、できれば、神戸市内。うん。まあ、神戸市内に限らへんけどね。うんうん、明石とかね、あの、三木とか女とかでもいいんですけど、はいはいはい、まあ、できるだけ近場で。うん。ここの喫茶店美味しいんですよとかね。ああ。いや、でね、マロンさんあれなんですよ。あの、旦那さん行ってはるけどね、はいはいはい、うん、あの、神社とか寺とか巡るの好きなんですって。いろいろ遠方回ったりしてるんですよ。なるほど。うん。今度ね、ちなみに私、うん、坊主カフェに行くんですよ。坊主カフェ、坊主カフェ。お坊さんが、はい。経営してるカフェ見つけて、はい、今度それ行くね。ほうほう、ちょっと楽しみやな。はい、ぜひ、デネグチャンネル、チャンネル登録しといてください。うまいな。へぇ。ちなみにね、あの、今朝、4500円になりまして、ジャスト。ああ、人数ね、なってた、なってた。今、4502かな。な、もうあれチャリン、チャリンで。全然やん、チャリン。チャリン。チャンネル登録増えたからお金入るわけじゃん、ね。そうやもんね。そうやね。悲しいことにね。悲しいことにすると、視聴人数ちゃうね。視聴回数ちゃう、ね。はいはい。視聴時間や、ね。トータルのね。そう。で、もっと言うと、広告を飛ばさんと見てると単価が上がるって。ということは、本当はね、ラジオ帰りで、うん、もう広告も飛ばさんと、はいはい、聞いてるだけっていうのが、めちゃくちゃ収益は。はいはいはい。あ、そんなんなんやね。そう、私の、ずっと京都のお友達が、うん、占い系の YouTube 一時来たって、その人、チャンネル登録者数も一瞬にして5000人超えたし、確か月の収益も、結構すぐに、私の多分5倍ぐらい。ああ、そうなんや。そういう方もいらっしゃる。ほうほう、あ、コメントが来てますよ。はい、朝地さん、もう朝地さんね。朝地さんね。ホッケ口駅ですか、うん、はいはい。そうや。そうです。そうや。おすすめカフェありますよ、とマロンさん。お、どこ？ちなみに去年までカフェ店員でラテアートもやってましたと。そうだ、もうやってもらったらいいですや。マロンさんに。え、マロンさんはカフェの店員さんをしてた。はい、してた。え、そのカフェでラテアートしてたってこと？そういうことでしょ。ラテアートってあれやね。絵描く。絵描けるらしい。もうやってもらう。うまいな。うん。目の前でやってもらう。そう。いいやん。いいやん。目の前でカフェラートでやってもらいました。そう。鉄道がチャンネルさん、はいはい、デネムさんならヒカキン越えはというのですよと。むちゃ言うなっちゅうね。4500人やっちゅうね。そうや、もうヒカキン越えや。鉄道さんってね、うん、声がめちゃくちゃ綺麗やん。ああ、綺麗。もちろんお人が優しいね。はいはい。まあまあおもろいね。ああ、うん。ヒカキン越えね。まあ私がね、はい、まあ仮にですよ、うんうん、もう年間、うん、無理やな。ちょっともう笑えてきた。何言うんかな、こいつ、ふざけた夢のようなこと言うなよ。何振ってくるやろって。やめよう。いや、もう無理や。いや、YouTube で飯食うは無理や。ああ、そら、うん、無理や。だから、我々あかんですよ。その飯食えるとかやったら必死でやってまうから。俺、それね、哲夫さんの何がすごいってね、うん、あの、チャンネル登録してくださいって一切言わんねん。ああ。俺、何回今まで言うてるのあの、いいね押せだの。いいね押してへんやろ、そもそも。君。いいね、俺、押すやん。ほんま？押す押す。俺ね。インスタも押す押す。最低11人押してくれる。はいはいはい。多分11人は、うん、あの、多分ミント押してくれてる。もうとりあえず押してくれ。とりあえず押しとかなあかん言うて。そうなんかな。でも、あれ、いいねの数がね、うん、ほんまにやっぱり。響くの？あの、多分動画がおもろいとか良かったっていう。だから過去、すごいいいね増えてるやつもあるからね。マサユキさん、登録者どんどん伸びて銀の盾金の盾、あ、そうや、盾もらえる。無理やっちゅうね。せやせや。え、銀の盾って10万人やったっけ？わからん。え、ほんなあれは金はな。どなたかコメントください。はい、銀の盾多分10万人やで。ガクシャンさん、今いいね押しました。今まで押してなかった。え、じゃあ今日の押してくれる。あ、そうそうそう。
健坊さんね、はいはい、今は同じ iPhone アプリで最後宣伝が出ます。そうなんよ。明日は何をして遊びますか。明日ね、昼過ぎ明石にラーメン買いに、あ、食べに行こうかなと。明日はね、まあまあうろうろ予定してるね。で、西脇の晩秋ラーメンが明石試験場前にオープンしましたって、そこ取材行くんですか。みたいですね。うーん。で、鉄道がチャンネルさん、いいねを2回押しときます。2回押しても1個しかいいね。2回押したら白にならへん。え、2回なんか押したことあるわ。グッと消えるん、あ、ちゃうかったっけ。2回は1回で、あの、大丈夫で多分今のギャグの予定ですね。そう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 、はい、そうそう。今何人聞いてくださってるんですか。今ね、21名です。ありがたいですね。ありがとうございます。コメントもめっちゃめっちゃ来ますよね、今日。今日ありがたいですね。嬉しいな、嬉しいな。いや、そうでね、うん、今日ご飯今食べながら、はいはい、大変申し訳ないですけど、うん、こうL サイズのポテチ買いまして、はいはいはい、今日実は私はどうしてもトシさんに、うん、あの食べ合わせ、そう、食べ合わせしてほしいなって思ったのが、うんうん、これなんです。ちくわ、ちくわとね、ポテチが合うねんって言うんですわ。これちくわを 2,3 枚食うた後、ちくわ、あ、じゃあポテチを 2,3 枚食うた後ちくわをかじんねん。ほんでコーラ飲むんやろ。そう、これがもう最高やねん。いや、いないと思うね、まあ、っていうのを後でまた試してみましょうかね。そう、試すんですよ、はい。まあ、ということで、はい、今日は夜中の1時に散髪、まあ、美容院行くっていうのはもう告知しましたので、はいはい、あのご近所の方もう寝ちゃったんかな。あー、どうやろう、かもわからない。明日仕事？誰？そのお友達。仕事やと思いますね。あ、そうなん？はい。メーカンさん、うん、戻りました。あ、おかえりなさい。はい、今いいね押しましたよと。ありがとうございます。ガクちゃんさん、あ、銀盾10万金盾100万え、ダイヤモンドなんかあるんや。え、ダイヤモンドの盾なんかあるの。ダイヤは1000万やって。 そんな人おんの。そもそも1000万登録者知らん。すごいな。でもおるんかな。ヒカキンって何人なん。いや、わからん。鉄道系 YouTuber でいくとスーツさんが確か103とか108とか。スーツさんですら100なんぼだ。え、ちゃうかったっけ。多分そうやで。サヨンジさんとかもでしょ。サヨンジさん40万、50万か、50万超えた。1000万って。あの、ぜひね、スーツさんとかサヨンジさん、私コラボしてくださいよまたもう無茶言うな。見てもないと思うね、多分。いや、ほんま見てもないし伝わりもせんやん。そう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 、誰か言って遠回しに。誰も縁がないわどっかから経由して。その弱小鉄道系 YouTuber、 現役の鉄道社員とコラボしたやったら、はいはい、話なネタになろうもねんけどな。うん、ま、マロンさん来ましたよ。お、家庭用ラテアートマシンがあれば家でもできます。いつかマシン買う予定なので、買ったらまた作り、ああ、ぜひもう来てくださいよ。ここていうかさ、そのマシンがいんの。あ、コーヒー入れるマシンがいるってこと。書く機械なんかな。え、ようわからん。手で書くんちゃうのっていうのは素人なんかな、また。それほら分かってないけど。分かってない。うん。らしい。ぜひ作りに来てくださいよ、ほんま。あの、ここ、もうフルオープンしますんで、入場料も一切取りません。取らん、取らん。あ、今度からそうしようか。え？ここさ、うん。で、例えばよ、うん、まあ、毎、まあ、月1しようか。はいはい。月1ライブここでするの。うん。ほんで、これそうな方、あらかじめ連絡しといて。はいはい。あの、ゲスト出演。あ、ね、あ、はい、はい。私 NG 全然 OK。はいはいはい。ちょっと喋りたいこと喋る、うんうんうん。見せたいもん見せる。はいはい。その人のテーマで。そうそうそう。で、それが1日で、ね、まあ2時間やったら2時間の間に2人を試して。はい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 。それどうや。うん、まあまあ、まあ、人んちは思って。ええやろ、ここやったら。ほら、昨日か一昨日か、あれ、旅館の設備。どこやろ、大学の人が。あ、ね、あんなん先取ってよ。お前ら、これやろ。そうそうそう、ここで先取ってよ。あれはあかんな。あかん。あんなん。ここ振っても障子がないやん。ない。ふすまあるやん。ふすま、開けてええやん、これ。天井は前破ったら屋上やけど。あ、そうか、上がないから。ない。ほんまの屋上ないね。まさゆきさん、ポテチとちくわ、合うってほんと、うん、いや、ほんまそれ。いや、ほんま、いや、まさゆきさん。ガサガサしたもんと、ガサガサしたもんとちくわが合うかな。ちなみにね、あの、ここ神戸市北区なんですけど、はいはい、ま、最上階で5階、うん、5階、階段上がる、階段階段、私最後いつもハーハー言うんです。ハーハー言って、いや、もう僕もハーハー言ってますけど、
ご飯できました。ご飯がね、はい、できましたね。はいはい、できましたよ。ご飯、もうちょっとだけ欲しいな。うん、でしょう。うん。茶碗もらいます。すみません。はい。ありがとうございます。はい。花かも。ちょっとあのコメントを書いてたら読んでください、ね。コメント。これ見えへんね、これ。ああ、お二人してね、動画なんでね、うん、こんなもんですかね。アヒル隊長さん、はい、ポテチを粉々にして、はい、あ、もう見えへん、やっぱり後で呼んでもらいます、はいはい、あ、こんなにご飯ええの？え、こんなでこ、いや、こんなに十分よ、はいはい、結局いっぱいよ、これ、まあまあ、はい、2杯、2杯です。そっちは食べれんの？はい、熱いご飯と。ご飯がうまいね、これ。ご飯が、白ご飯がやっぱうまいな。うん。俺ご飯好きやねん。ご飯好きやね。ご飯とラーメンとうどんも好きやねん。はいはいはい。炭水化物大好きやねん。大好きやね。だからこんなんなんだよ。いやでも関西人だけでしょ、このご飯と。うどん？あ、そういえばさ、俺この間ね、はい、横浜行った時に、はい、哲夫さんとガクの山田さんと、はい、あの竹マネー言うてね、はい、あの方と3人、私含めて4人か、うん、であれ東神奈川駅やったかな、ははの駅の構内にあるお蕎麦屋さん、はい、でなんかその地域でめちゃくちゃ有名な、うん、穴子天ぷらが入ったでっかい、ほうほう、うどん、穴子天ぷらがでかいね、うん、はい、だから入ったおそば、あ、まあ、俺はうどんにしたんやけど、はいはい、食べて美味しかったよ、美味しかったけど、だしの色がちゃう、あれ味もちゃうんすか、味もね、やっぱちゃう、うん、あのどっちやったらやっぱ醤油味やね、で味が濃い、うーん、僕ら関西の味って雑誌の、うん、でどっちかというと薄い、うんうんうん、薄いともあんまり思わへんねんけど、山陽そばの味やん、俺らそう、そうやん、そうだったんだ、そうだったんだ、ね、おかしいけど、うん、あの、あ、コメント読んでください、はい、それは何味のポテチでも合うんですかねと、あうん、あのね、この薄塩が一番合います、試したん、それは。あ、試しました。コンソメもあります。うん、でも私、お寿司とコンソメしか食えへんから。なるほど。ポテチを粉々にして生野菜にかけて、ああ、なるほど。あ、でも、あ、マヨなかってんねって、そうなんや。そうやねん。マヨない。マヨない人生なんて考えられへん。コテッチャーさん。はい。3月31日。はい。三木市立三木市民センター周辺で模型運転会と、あ、あります、あります、電車の撮影会ありますよと、はい、そうなんですよ、はいはい、そのね、お誘い受けててね、うん、行くかどうかまだ決めかねてて、うん、あの30日に私結構朝から夕方まで出かけるんですよ、はいはい、家嫌いやからいや、ちょっとまた漫画字読めとか、あ、そうか、ニナギとったらやめてしない、やめてくれる家嫌いなんではない、はいはい、家も好きよ、はいはい、楽しいし、はいはい、楽しくはないか何ちゅう話やの、やめてくれよ、ちょっと誤解を向かう、気ぃつけたの、うん、ほんま、そう、いや、え、そう、3月30日土曜日は、うん、実は仲いいって失礼ですけど、はい、うん、あの同じ同業者の方、うんうんうん、他の鉄道会社の方と、うん、あの加古川から辰野市方面にうろうろすることになりまして、なったというか、私が組み立てまして、はいはい、もうアポも取りまして、普通、うん、取材の旅をしてまいります、うんうんうん、でそれがあるとね、うん、だって朝6時半に私家出るんですよ、はい、ほんま朝早いもんな、朝早い6時半でも遅いぐらいで、5時基準やもんな、そう、朝5時に起きてまう、うんうん、で、夕方5時解散、はい、でもそっから解散して私家帰ったら6時前なんで、うん、でこの6時帰ったら一応頑張って編集する、うんうん、ね、これ哲夫さんも健坊さんも二崎さんも、うん、あの他 YouTube されてる方、うん、こてっちゃんさんもそうですわ、わ、うん、かると思うんですけど、うん、どんだけ手抜いても、うん、もうね、やっぱ1個8分の動画作るのに、うん、あの確実に30分がかかる、うん、かかるね、で私で大体平均1時間、うん、1時間、うん、まあそうかね、そうやね、1時間かかるよね、
ほんまに時間があるんで、うん、どんなにあっちゅう間になんか時間経ってる。まあ要はちゃんと例えば3分の動画を10本撮ってそれを8分にしよう思ったら、うん、まあ切っていかなかったわけじゃないですか、うんうんうん、切っていく思ったらまず動画1個ずつ見なかったね、うん、そうすると3分 10本やったら30分絶対かかるわけですよ、はい、うんうん、でそこにテロップとかマカニ静止画とか入れたりしよったら絶対時間かかっちゃう、はいはい、かかるかかる、ほんまに平均やっぱ1時間かな、うん、でも健坊さんがこの間どこや、あの敦賀の赤レンガ倉庫のジオラマ一緒に見に行ったんですよ、はいはいはい、で私の動画なんでか知らんけど跳ねてるんです今、うん、もう5000回ぐらい紹介されて、うん、なんだあれが跳ねてるのかよくある、うんうん、で健坊さんの方が間違いなく綺麗に撮れてる、うん、でテロップも綺麗、うん、でなぜか健坊さんのやつはたまたまなんですけど今再生回数そんな増えてない、うん、何がなんなんやろね、分からへん分からへん、一方でブルーインパルスの動画を健坊さんライブで撮られてる、うんうんうん、あれ1時間ぐらい撮ってらっしゃったかな、うん、でもブルーインパルス出てくるの最後の方の5分ぐらいね、はい、でも視聴回数9000、うん、すごいな、すごいで、すごいな、いやだから9000ってほんまに何が跳ねるか分からへん、うん、だって哲夫さんの動画なんかでもチャンネル登録間もなく10万人ですよ、はい、あこれ聞いてくださった方はぜひ、うん、あの鉄道がチャンネルの、はいはい、チャンネル登録もよろしくお願いしますね、はい、特に関西のあの視聴者さんを増やしたいんですよ、うん、増やしたって私も増やしたいんですよ、うん、なぜかというと関西の視聴者さんが増えると鉄道チャンネルの鉄道さんも関西でぜひ取りに行こうかと思ってくれるわけですよ、はいはいはい、関西人もね、そうなんですよ、うん、例えばですけどね JR 加古川線とか、うんうんうん、あの思想市の羽賀新任鉄道っていうのがあってね、はいはいはい、で私があのまあまあ親しくさせてもらってるんでちょいちょいこう、うん、情報を流してるんですよ、うんうん、こんなんありますみたいな、うんうん、だそうすると今興味を持ってくださってるんですよ、はい、でもわざわざ神奈川から来てくれよ思ったら、うん、なかなか時間かかる、で時間もかかるしお金もかかるじゃないですか、うんうん、だからやっぱりそれは関西の視聴者さんが増えて、そうね、哲夫さんのファンが増えると、うん、もっともっと哲夫さんが関西に来たいって思いが馳せると思うんですよ、はいはい、ということで皆さんぜひねチャンネル登録、うん、これマジな話チャンネル登録してほしい、はい、うん、そうあのそういえばね JR 加古川線で鉄道模型運転会とかでけへんかなとかね、はいはい、うん、うん、それとか思想市のね、うん、新任鉄道がまたおもろいんですよ、うんうんうん、で今年の秋松本さんとこ、あそうそうそう、うん、はいはい、松本工務店の、はいはい、社長のとこ、うんうん、はい、であそこね長ちゃんっていうあの女性もね、うん、素敵なまた可愛らしいってね面白い、うん、もう正直松本社長も素敵なんやけど長ちゃんとかあとねぬたばさんっていう方とか、うんうんうん、ぬたばさんね、もうあぬ一緒にちゃうしたやん、そう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 、そうあの難しい感じのぬたばさん実説明できんやろな、はい、いやあの辺の素敵な人たちが、うん、鉄道関係ない人やろ、うん、家作ってる人やろ、そうが線路引いてる、ね、そう山開拓して線路引こうっていうね、すごない、まずその感覚が、そう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 、ほんでそこで出会ったよ近鉄の部長さんと、うん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 、あその近鉄のね、うん、部長さんやからめちゃくちゃ偉いわけですよ、うん、あの近鉄ホールディングスの親会社の部長さん、はい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 、名前は言いませんけども、うん、でその方がね汗だくなって線路、うん、線路引くっていうね、ほんでたまたま私が動画撮ってたら、いや僕も鉄道会社の人間なんですよって話しかけてくださって、いや撮っていいんですかって、はい、まあ、全然いいですよ、だからそうそう、そういえばね、うん、これ聞いてくださってる方にみんな知ってほしいんですけど、別に個人がテレビ出たり YouTube 出たりするのは、うん、どうぞご自由になんで、なんら会社はそこに拘束する権限ももちろんない、はい、ただ気ぃつけなあかんのがやっぱりどこの会社も就業不足には、うんうん、あの自社の信用を失墜させるようなことがあったら、はいはいはい、当然それは懲戒の自由になるんですよ、うん、はい、そうそうそう、うん、だから、まあ、さっきの話じゃないけど、うんうん、障子をね、うん、破って、はい、何々会社の何々さんで出ちゃうと、うん、その会社の影響があるから、はい、それは当然懲戒の自由になってしまう、うん、だから会社の悪口を言わない、当然のことながら、うん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 、まあ当然ね、みんな働いてたらその自分の会社の嫌なところが見えてくるじゃないですか、はいはい、うんうん、文句もあると思う、愚痴も、はい、でもそれを YouTube 上言ってしまうと、うん、それよろしくない、ダメ、うん、でもう一つは発信してない、うん、自分しか知らない会社の情報を出してしまう、はいはい、これ機密漏洩になりますよね、はい、そうそうです、そうです、だからその2つさえしなければ、うん、
顔出ししてもええし、うん、YouTube 出てもええんです、はいはい、で YouTube で自分の会社の素敵なところとか、うん、あるいは他の地域のこういう鉄道こういうバスすごい頑張ってるんですみたいな話をするのは全然 OK なんですよ、うん、それがなかなかあの、うん、分かってない方が多くて、そうなんですよ。だからその線引きがね、特に若い人難しい、やっぱりその先もあるから。そうやね。でその時に私のね、近鉄の部長さんが、ね、うん、あ全然 OK ですって言ってくれた時に、うん、あこの人多分めちゃくちゃやっぱ頭ええなって分かってるんですよ、うん、だから仕事の頭もええんやけど、うん、そういう世の中のことも分かってらっしゃる、はいはいはい、それとほんま嬉しかったのが、うん、汗だくで、うん、T シャツ汗で濡らしてやってる姿がかっこええ、うんうんうん、男ってそんなとこない？ある、ある。アホなことを一生懸命やってんの、うん、そうそう、ええよな。いい、なんでそんな必死なんのっていうような、そう、うん、それが素敵やんって言うやつですね、うん、コメント入ってますか？コメント読みましょうか、はい、コッペパンに挟んだら横須賀名物ポテチパンあー、なるほど。ニデクさん、うん、家庭フォアが発生フォアじゃないよね、フォアじゃな い, ゃないって言っておきましょう、はい、はい、朝春さん、朝地さん、朝地さん、私は哲夫さんの動画はデネブさんの紹介で知りました、ありがとうございます。編集と解説丁寧ですよね。そうなんよ、うん、声がええよ。健坊さん、ピーク880人が見てもらってましたね。あ、そう、うん、あれやね、そのブルーインパルス、うん、すごいな、880人やで、すごいな、すごいな。ちなみに最高は忘れもしない航空祭基地内で1500人って、これそれもすごいよな、うん、いやほんで俺健坊さんにこの間初めてブルーインパルス見せてもら、うん、見せてもらった時連れてってもらってね、うんうんうん、あれ感動するわ。あ、そうなんや。あのもともと鶴が行く予定が、うんうんうん、鶴が到着した途端、はい、あの健坊さんが、うん、福井亭かなって言って、うんうんうん、もう俺は連れてもらってる立場からどうぞって言ったんやけど、福井ってよかったわ。ね、あのハートマークとか桜とかね。あ、はいはいはい、それでやっぱみんなが空見てるの。多分あの河原沿いに1万5000ぐらいおったと思う。みんなが上向いて、みんな空見上げて。でみんながうおー言って言うたんと、あと終わったとみんな拍手する。感動やね。うん、で航空祭ってのがあるんだよ。はい、自衛隊の航空祭やったかな。そうそう、キッチンの航空祭でしょ。そうそうそう、で、うん、それもね、行った話とか帰りも車の中でいろいろお聞きして。めっちゃ興味出てきたんやけど、うん、めっちゃ並ぶねらしい。そう、前の日からあのもう泊まり込みみたいな人も多いねんな。ね、そうそう、健坊さんに聞いたの確か何やったかな、4時に家出るやったかな、うん、いやだからあの鉄道 の, 前の日から、ね、ほらイベントあるやん、車庫の、はいはい、車庫のイベント、ね、あんなところちゃいますよ、ほんまに。そうやね、すんごいお待ち上げて祭りするもんね。ね、今何人聞いてくださってるんですか？24です。マジですか？これもう10時20分ですよ、はい、すごいですよね。ありがとうございます。いつまで続けるんですか？わからん。え、ポテチ食べるんちゃう？ポテチの感想でも聞かしてほしいわ。あのあれのちくわとあれでしょ、うん、かかほんまかいなと思う、まあ、俺がおって思ってるだけやけどなそんなオチ、うん、かもしれん。ちょっと待って、ご飯余ったわ。あら珍しい、うん、美味しかった。はい、あのあんまり綺麗ことないですけど食べ終わりました、はい、ごちそうさまです。そうだ、ありがとうございます。なるほどな、生姜焼きもうまいもんや。はい、川村さん、川村さんね、今こちら戻りました。あ、お疲れ様です。私の話していただいてましたかそうそうそう、ごめん勝手にしとった、ごめんありがとうございます。ごめんなさい名前言ってなかったけど、まあ、もう覚えてようがない。ご本人で、ご本人、はい、やっぱりね、うん、偉くなっても偉そうじゃないっていうのが素敵やね。うんうんうんね、うん、うん、どこの会社とは言えへんけど、はいはい、わかるわなあ。いつも腰低い人ってやるよね。あの決してね、腰が低いわけでもないね、うん、川村さん、うん、なんていうのかな、うん、すごいフラットやで、ね、あ、だから意図的にあのへり下ってるもちろんわけでもないし、うん、もちろん上から目線でもないし、はいはい、すごい統一メッセージで普通に喋ってくださいよ。だって別の会社よ、はい、で全然学歴も違うわけですよ、うん、でお互い歩んできた人生観も違うんだけど、うん、
まあ素敵な人やね。うん、同じこう一人間としてね、そうやね、接してもらえるっていう。あのだからたまたまなんかもしれんけど、うん、その哲夫さんにしてもヌセックさんにしても、はい、まあ健保さんにしてもそうですよ、うんうんうん、みんな年齢バラバラなんですよ、はい、あの健保さんも私の年先輩ですし、ヌセックさんも私も先輩ですけど、はい、ほんまに優しいしね、うん、健保さんの動画でね、うん、あの寒い寒いしゅしゅささやいてんね、あのじゃあ、ね、あのねまあ健保さんはね、おしゃべりが苦手ですね、うん、はいはいはい、恥ずかしがり屋なんで、うんうん、まあこれはこれでまたおもろい、ね、はいはい、一人ごとで、一人ごとでここで、あ、もう帰ろう、帰ろうそんなん動画で言わねえよ、うんうんうん、俺やったら、はい、あ、じゃあもう今日はここの、ここで終わりにして帰りたいと思います、はい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 、皆さんありがとうございましたって、はいはい、終わりにして帰んねんけど、うん、あ、サメ、帰ろう、帰ろう言いながら動画撮ってんねん、まあそれもまた、いや、健保さんのええとこやな、そう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 、いやみんな特徴あるよね、あるあるある、こてっちゃんさんと俺いずれ会いたいんだけどね、あそう、私どっちかやったらね、あの人見知りほんとしないんで、うん、あの人見知りはしないんですけど、うん、私も正直あわあわはありますわ、うん、まあ、この人とは一緒に遊びたい、あ、はい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 、一緒にどっか行きたいなって思う人と、うんうんうん、まああのあんまりお付き合いしたくないなっていう、やっぱりありますよ、はい、そら、はい、それはまああるよ、ある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 、あるでも私がお付き合いしてもうてる人は、うん、あ、みんなええ人、あ、うん、ほんまに年下を除いて最悪や、結局そこくらい、そこで落とす、最悪や、うん、ほんま、いやほんま困るで、川村さんね、うん、いつも申し上げてますが、うん、私はそんな偉くないですよ、笑、いやいや、いつも自然体を心がけてます、ね、うんうん、そうそう、自然体が一番ですよ、ね、自然体でもできへんねん、普通、そうやね、なかなかね、やっぱええかっこしようって思うから、俺は前も言ったけど、うん、今54やからね、今日も息言うてんねん、はいはい、うん、その、よう愚痴る人おるやん、はい、そうそうそう、例えば Facebook とか、うん、まあ Twitter、インスタ、はい、X とかでも、うん、文句ばっかり言うてんの、うん、はいはい、何が楽しいのか分からへんやん、うんうんうん、でその愚痴はみんなあるやん、会社で嫌なこととかね、うん、おもろないこととか、うん、腹立つこと当然ある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 、トシさんは会社じゃない、うん、コンビニ の、はい、あの店員さんしてるけど、うん、当然コンビニしてたら、うん、おもろいこともあるやん、あるあるある、でもそれをわざわざ俺ら書こう思わへん、うんうん、何が違うんやろなみたいな話でね、うん、で、あのだんだんトシとともに、はい、やっぱ喜怒哀楽がこう安定してきて、うん、落ち着いてきたっていうのはもちろんあるんだろうけど、はいはいはい、このね、車で来る時にさ、うん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 、それってもしかして 俺の場合はね、うん、自分に自信がもうないと、はいはい、もう俺はここまでないう割り切りやから愚痴らようになったんかなって話したよ、うんうんうん、どっちだ、なんて言ったやったっけ、むしろ自信ができたからちゃうって自分に、そうや言うてくれてるな、そうそう、でそれの自信は、うんうん、自分の得意分野これやと、あるいは自分の好きなとここれやと、はいはいはい、でそれが他から見た時に、うん、あそんなもんかいって思われるのもあるかもしれないけど、うん、それは人によって大きさとか高さ低さは違うかもしれないけど、うん、年齢とともに、うん、なんか自分に自信がついてるからそうそうあんまり愚痴らになってきてるのかな、そうそう、あと妬みつらみ言わない、はいね、うん、いや妬みつらみはゼロじゃないんですよ、うんうんうん、みんなやっぱり人の幸せを嫉妬してるね、はいはいはい、で自分がやっぱうまくいかん時は相手がうまくいってんのやっぱ腹立たしく思うとこもあるし、うんうん、だからね、若い頃今就職の季節なんですよ、はいはい、うちもね、うんうん、みんな育っていくわけですよ、はいはい、いろいろやっぱりね、会社の研修があるとか、うんうん、ね、どうなるんやで不安いっぱいやるやって言うけど、はいはい、まあもう人を羨んだらあかんと、はいはい、うん、自分は自分やからもうそれを信じてもう信を持ってやってたら絶対大丈夫やからって、なるほど、ブレたらあかんでっていう話をして送り出しましたけどね、バイトが多いもんね、そうなんですよ、大学の仕事とかでね、そうそうそう、この前も言ってたけど、はい、その働いてる女の子のバイトでめちゃくちゃ仕事できる子だったと、はい、そうそう、もちろん名前は聞いてないけど、はい、でその子出るのめっちゃ寂しいと、うん、でやっぱり何が違うってやっぱすごい感覚が違うんですね、違うね、やっぱりできる子とか、そう分けたらいかんけど、うん、気が利くというかね、うん、一つまた余分にちょっと仕事をしとってくれるっていう、はいはい、そうやって例えば、うん、
アルバイトの仕事は1から8まで、9は10、1000円でいいと。だけど、その子は9とか10をしてくれるよ。そう。それはその下からって、その子の時給上がるわけでもない。ないです。ないけれど、やっぱやっとってくれる。そしたら僕らも次に引き継ぐときに、じゃあその時間できたからゴミ捨て取ってあげようとかね。はいはい、それ何やったかな、俺、誰かから、あの、高町の古民家のはい、はい、オーナーの、うん、パンダマッチさんが言ってたりとか、幸せの、10億でやったっけ、その、自分が、やったことで、帰ってくるんやと、それ順番に回って回って。そう。だから前も僕言いましたよ、あのお客さんでたまにジュースでも飲み言ってコーヒーとか置いていってくれる方いらっしゃるんやけど、まあもちろんその方に恩返しするんが筋なんやろうけど、僕の信念はそれを次の人に、なるほどね、あの瓶持ってきてくれる運転手さんとか、暑い時にそう汗流して、そうそう、ちょっとお茶飲みって、だその運転手さん喜ぶよね。そうです、そのまた運転手さんがじゃあどっかでまたそれをトッシーさんに返すんじゃなくて別の方に、そう幸せを誰かあげてくれたら嬉しいなと思いつつ、いつも今俺見つめてるけどさ、はい、本気いやほんまやん、いや人間できすぎてないか、できすぎてる、いやいや、でもそう思いません、ほんならだんだん幸せ広がっていきません、まあな、はい、でそれが最終的に自分に返ってくると、そうそう、帰ってこいとは思ってへんけど、はいはいはい、別にね、それを帰ってこなあかん思ってやったらそれ意味がないよな、そうなんですよ、そうな、恩着せがましになっちゃうから、そうなんですよ、まあでもあのこれも前俺としたら言うたかもしれんけど、はい、私自分がね、本当に30代半ばから40代前半ぐらいまで、ね、はいはい、めちゃくちゃ仕事してめっちゃ生きてた、生きてたっていうかね、自信過剰やったわ、はいはい、今思うとね、で最近30代の中30代半ばとかの同じ鉄道バス業界の後輩、男性も女性もね、はい、あの話すると、すごい熱い、みんな熱い、はいはい、で思い入れやんね、いろいろね、会社への不満とか、ただね、それなんかな、生きてるなんていうかな、なんかあの若干文句に聞こえねえな。ああ、はいはいはい。愚痴？あ、愚痴、そう、愚痴に聞こえねえな。だから。そんなんやったんすかね。そうやね、だからそんなんやったんかな。そうやね、俺も自分が35の時、やっぱそんなに愚痴っとったんかもしれんなと思うこともあるし。あの、上司は嫌やとかね。まあ、この仕事なんで俺がせなあかんねんとかね。あの俺はそんなんじゃなくて、結局この会社って変わらへんやないかとか。はいはい。結局頑張ってても一緒やないかとか、やっぱ世代間の感じ方が違うとかね、はい、うん、いや当たり前やん、世代間の感じ方違うの、だって生まれ育ってる環境が違うねんから、経験値がちゃうから、でもその時に例えば今私が35で、55の人、20個上の人に同じ感じ方してくれたって、同じ感じ方するわけだよ、はいはいはい、じゃあ自分の思いが正しいか間違ってるかちょっと置いといてでも、その人に話しないと伝われへん、まずね、話さんとなんか陰で文句言ってるの、はいはい、結構愚痴やん、だから俺はそのこの間ね、はい、つい昨日かな、そのこと話してて、いや俺はその人の考えがすごいある意味正しいと思って、はいはい、だけど俺に言ってた俺はまあまあ聞くけど、本当同じ職場の大先輩の人にその話すべきちゃうかなって、ね、はい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 、で話をしないで、文句言ってる間は結局愚痴でしかないです、そうですよね、結局のところ、そうそれじゃあ何も始まらないよなってすごい思ってね、だからまあそれをじゃあ言っちゃったらまた揉め事になるんちゃうかとかね、まあ、そんなんがあるから距離感を置いてね、そうだから当たり障りないことしかできへんのです、いやだから今日もさ、トッシーさんがさ、はい、その働いてるコンビニの今店員さんですか、はいはいはい、で店長さんとかオーナーさんと、まあ結構マジ激論するんですよ、はいはい、しますします、でそれは何やねんっていうと、何だっけ聞いた話は、言ったセリフ教えて、いやだから俺は俺はここの店が好きやから本気で喧嘩するんやって、はいはいはい、だから君たちも、かかってきなさいと店員がオーナーと店長に言う、そうお前アホかっていう、いやでもほんまにそうなんですよ、ね、もう店思うからこそ言うであって、まあ、どうでもええわ言うんやったら多分、まあ言わへんわ、言わへんですよ、
もう、うん、時間だけ経てばいい、やることやって経てばいいんやから。そうね、俺もだから自分が好きな人とか、はい、気合うな、この人ともっと遊びたいなと思う人には、うん、結構真剣に俺も話してるし、はい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 、あの助言が正しいかちょっと置いといて、うん、私なりの思う、うん、自分の考えを伝えるようにします。だからそうじゃない人には、はい、正直なこと一切注意しないし、うん、もうどうぞ、はい、どっかでこけるでしょうけど頑張ってくださいなって、ね、終わってまう。そうですよね。コメントありますか。はい、読みましょうか、はい。健坊さん、健坊さん、ね、爆笑って来てる。うん、健坊さんおもろいね。はい、正幸さん、 おもろい。うん、せっかく生姜焼きご馳走したのにトッシーさん裏切られてなんでやねん。でもそうやねん、そう、オチがつくねん。いや、トッシーさんでもさ、うん、オーナーと店長にかかってこい言う。情けは人ならずの本来の意味ですね、身に染みますと。河村さんとガクちゃんさん。ああ、ガクちゃんさん、ね。はい。いや、ほんまそうなんですよ。うん。情けは人のためならず。うん、はい。いや、ほんでね、こう、気が利かへんなーって、こう、一言で済ましてしまいがちなんですけど、うん、今のコーラって、優しさがないっていうかね、お一個人で、こう、生きとうだけなんかなって、こう、思うな。50代になって、今の子って言っちゃいますか、20代の子。うん、俺20代の子喋ることがないもんな。ああ、いや、めっちゃ喋るんでね。あ、どう？ちゃう？下は16から、そう。ゴミ捨てとってあげようとかね。あ、これしとってやあげとこうとかいうのが、まあ、なれへん。うん。ある子はめっちゃあんね。なるほどな。もうない子はほんまなんかビジネスライクというかね。うん、まあでもそれってさ、うん、結局 Z 世代の一括りなわけじゃないでしょ。はい、そうそうそう。同じ20歳の子でも聞き聞く子もいます。そう。俺らの世代もそうやん。そうやったよな。俺らが若い時も、ね、うん、ね、なん、違法人ちゃおう、なんだっけな。なんでしょう。なんか、なんとか人みたいなこと言われてた。あ、新人類な。新人類や。違法人。それなんだっけ、矢上純子や。ちょっと、何やったっけ、矢上純子ちゃんだっけ。そう、うん、そう、誰やったっけ、忘れた。久保田咲ですわ。あ、久保田咲。そうそうそう。振り向いて。これ歌歌ったら、あかんねん。変ねんから。あ、そうか。あ、そうや、前減った。そうそう。そうそう、ね、うん、まあ、今10時40分なんで、切るのええとこで。そうですね。11時で終わりましたな。11時で、はいはい。そうしましょうか。あと20分も喋んのかいね。いや、もうずっとお付き合いいただいてる方ありがとうございます。いや、本当にね、本当ありがとうございます。うん、聞いてくださってるのやっぱ嬉しいですよね。そう、嬉しいね。まあ、たかが普通のね、サラリーマン、普通のおじさんなんですけどね。はい、うん、まあ、せっかくなんでこれちょっと試しましょう。とうとう。あ、試しましょう。マジで。あ、これ皿がある？お皿に一応ポテチ。うん、あ、え、皿が。え、もう何やけんやったっけこれ。もう言われへんねん、それ。何やけん、開けちゃうわ。ちゃうやん。飽きまへんやん、言うから。あ、言うたらあかんの？やん。え、思ったことちゃうかな、僕と違う。あ、違う。それはエロいこと言ってる。そう、エロい方の。俺はなんかちゃうねん。それなん、違う、開け、マジで。エロい。エロい考えがもう、あかん。最悪。いや、ほんで、よう言われんねん、デリカシーがない。デリカシーがないっていうか、本音をね、聞き出したいんですよ。どう？ただ単にエロいだけやし。エロいだけなんかな。こう開けたよ。マジっすか。こうやったら開けんねんけど。縦に行ったらいいんちゃいます？縦に行きます。うん。はい。はい。ということで、はい、まあ、ちくわとりあえず1本取ります。はい。で、まあ、トシさんも取ってください。うん。あんま気が進まへんけど。で、まあ、とりあえず、こう、1、2枚ね。はい。食べるの。俺たポテチ食うの1年以上ぶりやわ。俺結構食べますよ。もっと久しぶりかもしれんわ。いや、食うやん。うん。いや、ちょっとかじって。あれ？あかん？あれ？あかんか？何が合うんこれ。薄いやん。これとこれやで。いや、これとこれやで。あれ俺だけかやっぱり。なんか、猫の餌の匂いしてった。あ、わへん。猫の餌が好きやねん、俺は。ほんでコーラ飲むんやろ、これで。これでコーラ飲むねん。ええわ、単体で食おうよ、もう一個ずつ。もうええ。もう知らん。病院一人で行け。あかんわ。なんかご想像通りやわ、皆さん。あんまり。別物ですか？別物。別々に食べましょう。
はい。はい。という、あの、試してくださいって言えなくなっちゃった。言えない、これは言えない。そうですか、はい、俺はポテチとこの違う側合わねえけどな。これはなぁ、一個ずつ食べようよ。ね。うん。ちくわにきゅうり入れたやつ美味しいでしょ？あ、美味しいね。あれ、マヨネーズでね。マヨネーズで。うん。いやいや。それの方がいいわ。やっぱ、めちゃくちゃ歌わ。明日ね、何やったっけ、あの、はい。今日の予定ですけど、はいはい、一応12時頃に出て、うん、1時前にお店に着いて、はいはい、美容院で散髪します、うん、はい、でまあ、2時には終わる。終わる。問題次や、うん、明日私年休取ってる、はい、で、最低一応行く予定のところ言いますと、はい、6時からどっかでご飯食べられる、はいはい、で7時から兵庫区にあるパン屋さん、うんうんうん、このパン屋さんでパンを買いたい、サンドイッチで、はい、でその後、うん、どこやったっけ、神戸の、うん、何やったっけ、駅じゃなくて、臨港線、あ、臨港線、はいはい、臨港線宛てを見に行きたい、うんうん、早朝のね、早朝の夜明けの臨港線、ね、臨港線だから7時半か8時ぐらいかな、はい、で臨港線行った後どこやったっけ、もう一個神戸駅やったかな、ちゃうな、駅じゃなかった、神戸駅やったかな、うん、神戸駅を見に行く、うん、ほんで、その後10時にタルミやな。はい、タルミ。タルミの、某直売店。某直売所、はい、行きまして、で、その後一応、某剣道。某剣道のタルミ。はい、はい。あの、メーカーさんからね、はい、あの、あ、そうです、メーカーさん、はい、そうそう、リクエストいただいたんでね。メーカーところを行くことになりました。はい、はい。この間ね、あの、トッシーさんと話してて、うん、あれ、メーカーさんのリクエストに答えましょうよって言ってくださって。うんうん、はい、ネタあるよっていう。っていうところに行きまして、はい、まあ、そうすると昼ぐらいになると、うん、で昼からは明日ね、兵庫県庁の県庁前で県庁マルシェかなんかあるんですよ、平日にあるんですよ、うんうん、だ平日にしかやってないとか、そうそうそう、あの、明日しかやってないイベントとかできるだけ行こうかなということで、うんうんうん、その県庁マルシェ行くのと、うん、あと兵庫駅の南側で、うん、なんやろ、なんかあの、今展示ちゃうな、なんかその市民が集えるような場所を今やってるんで、うんうん、でそれが確かもう間もなく終わるんですよ、はあはあ、でファイナルイベントみたいなやってるんで、それが今週金土日やったはずなんですよ、うん、メーカーさん、おおって入ってます、あ、そう、はいはい、16番ね、行きますよ、16番俺はそれ聞いても1個も上がれんねん、はい、でそれと明日もう一つが精神中央の精神中央ホールっていうところが、うん、あの一般開放、うんうん、これもね確か 2,3 ヶ月に1回なんですよ、うん、たまたま我々明日22日、はいはいはい、8月休みとってね、うんうんうん、でその日やって、うん、これ見つけたから、はい、まあ、ここも行けたらなと、うんうんうん、元気やったらね、そうだから今やって昼からのは体調次第、ね、うん、そうそうそう、年なんでね、そう我々も年なんで、はい、どこまで続くか正直分かんない、うんうんうん、なので剣道のためまではちょっととりあえず頑張る、そう、はい、というそんな感じでございます、はい、はいはい、コメント読みましょう、はいはいはい、メーカーさん、パーティー明け、そう、パーティー明け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 や、パーティー明けな、そう、俺が言ってた、はいはい、これ、この開け方ちゃうねん、うん、だからここを開け、そうそうそう、うん、パーティーちゃうわ、パーティーの下やろ、パーティーの方じゃなかった、変態なんですよ。ダメ。ダメやね。トッシーさん、毒味、笑って、まさゆきさん。うん、川村さん。この年でこんな話、なかなかできなくなってます。そうやね。そうそう。聞いてますよ。セクハラなのかな、会社では。そう。だからデリカシーないとかね、言われんね、うん。ポテチだけで楽しいお話。ありがとうございます。多分俺ポテチとちくわは思うんだけどな。デネムさんのおすすめ破れたりと。破れた。破れた。あかんわ。あかん、別々に食べよう。いや、でも、試してほしいけどな、みんな。まあ、うん。こうほら。たまたま家にちくわがあって、ポテチがあったらやってみてください。そう。たまたま両方ないよ。そう。今度からだから、この話聞いた人は、冷蔵庫にちくわがあって、家にポテチあって、あーってなってもらって、ちょっと食べてもらったらね。その感想をまたコメント。そう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 。多分、あー別やな、と。なると思いますよ。投票してもらおうかな。うん。どっち派か。いけるかいけないかね。うん。あー。しかし、今日も仕事したいね、俺。
そうやね。俺は休んでたか。うん、仕事、お前もう嫌なことあるわ。うん。いや、ありますよ、それは。仕事嫌なことあるわ。ある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 。仕事でしんどいこととか嫌なこととか、うん、あの、私もね、まあまあ遊んでるんですけど、うんうん、いや、だから元気やなと思ってね。まあまあ仕事してますからね。うん。あの、まあ伝わるかどうかわかりませんけど、私会社では結構真面目に仕事してます。いや、だから前ほら夕方を打った時、ネクタイしてましたよ。ああ、はい、はい。もう仕事しとんやと思ってね。当たり前やっちゅう。当たり前やっちゅう。そうそう。ありましたよ。今日もね、うん、ちょっとあるイベントにちょっと午後行きまして。うん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 、うん。そのイベントの中身は言えませんけど、はいはい。そのイベント行ったらね、うん、またあの久しぶりの地方鉄道の方々をお会いして。ああ。いっぱい来てました。まあまあ来てましたね。水間鉄道のね、うん、あの今常務取締役かな、うん、で部長元部長さんとかね、うん、あと神戸市交通局の方とか、はいはい、うん、他にも鉄道会社の方まあまあいました、ね。大御所が大御所やったり、あの昔私が北新急行って会社に出向してる時にお付き合いあった人とかね、うんうんうん、でもあのデネブさんと言いませんから、はい、あの本名、ね、名字で、はいはい、本名の名字で何々ちゃんみたいな感じで、うんはいはい、もうめっちゃ懐かしい、うん、めっちゃ嬉しい、やっぱり、うん、どっかに仲間っていうのがあってね、はいはい、それぞれ事情が違うし、うんうん、大変さもそれぞれ違うんですけど、うん、なんかね同業者って嬉しいですね、うんうん、まあだからやっぱり私前ね北新急行で本当地方鉄道とね、はい、キャラクターコラボして、うん、いろいろね楽しいことできたんで、はい、もうね今54じゃないですか、うん、今年5なのですよ、うん、で定年が65なんですよ、うん、残りちょうど10年、はいはい、残り10年でこのまま今の会社にしがみついとくのか、うん、まああと次男があと1年後には卒業するんですよ、うん、はいはい、もうその学位がかかるようなんで、うん、まあ例えばよ、うん、例えば1年後も学費かからなくなるんやったら、うん、早めに辞めて、うん、なんか第二の人生、うん、なんかないかなとか、ね、はいはい、思うことは日々あります、うん、日々ありますけど、うん、当然のことながら今与えられてる環境、うん、役職立場、うん、はいはい、では最大限会社、うん、組織に貢献したいという思いは、うん、やっぱりそのどっかでプライドというかね、うん、あってね、手抜こうって全く思わないですよ、うん、ただ昔みたいにその、うん、アホみたいに残業できへんし、体がもついてくる、はいはい、でそれとやっぱりどっかでも第二の人生自分の楽しみとかを考えていかなきゃんって思いがあるので、うん、土日にほんと仕事するってのは今ないですね、うん、まあ、だから今 YouTube を趣味としながら、うん、第二の人生を本当に模索してる、うん、いろんな人の人生を見て、まさしくだからあのね、さっきあのもしかしたらお茶付き合ってくださる方、はいはいはい、そうですけど、うん、お茶行くとね、トシさんも分かってるように、うん、はい、私あの場合によってはここ家賃なんぼですかとか聞くとか、はい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 、あるある、だからもうああいう話するのが好き、うん、もう情報を聞くのが楽しい、はいはい、うん、コメントありますか、ないですか、もいや、あります、あ、そうですか、ありますよ、は、関西の地名、路線名、感覚的に近いけど物理的には遠いねんなぁと、しみじみ、お、どなた、うん、ニゼクさん、ニゼクさん、はいはいはい、アヒル隊長さん、はいはい、ちくわインポテトサラダはうまいのにな、ああ確かに、なるほどな、うん、はいはい、それは多分ね、ポテトがこう中和してくれとるんですよ、なるほど、これほんま別も厳しいのスクエアマサさん、ちくわあるけどポテチなしって、ね、なるほどはいはい、ちくわだけ食べてください、はい、はい、今日だから我々の今日最大の問題は、うん、2時から6時にどうすんねんっていう話、そうやね、4時間ね、朝ね、だから一旦戻ってくるのか、わざわざもう一回ここに戻ってくる、戻ってくるか、うん、車の中で仮眠するか、はいはい、トシさんが好きなカラオケに行くか、はいはいはい、エスで夜中2時に行けます、いやもうカラオケしんどいわ、歌うやん、でも行ったら、行ったら歌うけど、歌うけど、まあ夜歌っても私2時間ぐらいかな、2時に行くことってあります、ないよ、ないでしょ、もうこの先ももう行っとき、いやもうしんどい、あの時行っとったらよかったなって言うて、思わんわ、思わんかな、思わへん、あれてか一緒にカラオケも2回ぐらい行ったっけ、行ってます、行ってます、一回なんか夜待ちはしたやん、ああ、イカダニでね、イカダニの、はいはい、バンバン、バンバンで、
あれ何時集合やったっけ？ 23 時ぐらいやったっけ？いやいや、もっと早かったよ。7時とかです。ほんで、うん、7時から私、3、4時間付き合ったよ。そう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 。で、俺も帰るわ。うん。ほな、朝までおったんでしょ？おったおった。え、こないだもやんな、ほんなら。あれ、どこ行った帰り？ついこないだ。俺朝までおってんで、デルモさん仕事行くんかな思って、始発見えた、言うて。ああ。え、それ俺と？うん。え、最近？デネブさんの家に送って、うん、あれ何の時やったんやろ。前回おった時ちゃう？僕このままカラオケ行きますわ、言うて。ああ、あれ、あれあれや、ガスト行った時や。ああ、そうそうそう。あの時も俺朝までやもん。そやな。うん。あれなんで急にガストで歌えたっけ？いや、僕はご飯行きましょうよ、言うて。ほんで私仕事帰りで。そうそう。あ、大阪に俺研修やって。はいはいはい、その日寝てな、今起きてる珍しいから、はいはいはい、行きましょうか言うて。で俺長田かなんかまで帰り行って、そう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 です、そうです。まあそういう意味ではね、私はほんとお誘いいただいたら何ぼでも遊びに行きますんで、うん、あとね、うん、私日曜日のねもう昼3時ぐらいから、あ、そう、ね日曜の13時以降これも誘っちゃダメですもうね、お手手ぬくぬくなってくるんで。もうね、赤ちゃん。眠なってくるし、いや、なんかね、うん、もう翌日。いや、大体もうあれやん、11時半ぐらいかあかんやん、もう日曜日は。昼の。じゃあ、ないファー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 言い出せよ。じゃあ、あれはね、翌日からの仕事のことをどっかで考えてもらえな。あかんと思いつつね。うん、サザエさん症候群や。ああ、そういうね。うん、ね、やっぱりどっかで仕事人間なのかな。そうやん、ね、今もう卒業さなあかんねんけどな、そういう世界から。仕事人間か、仕事が嫌い人間になってきたんちゃうかもしれんな、うん、昔は仕事好きすぎ人間やったけど、北辰急行の時楽しかったわ、うん、しんどかったけど最高に楽しかった、はいはいはい、もう今まで会社人生36年あるけど最高の6年やったね、うんうん、まあもう53分ですよ、はいはい。あっちゅう前ね、何時から始めたっけ、ね、9時、9時ぐらいからさんだ、まあ、約2時間です、うん、ちょっと白ご飯硬くなったんで、ちょっとだけですけど残して、あ、どうぞ、いいの、構いません、あんまりこうご飯残すの嫌いなんですけど、うんうん、いい、食い物残さないです、あんまりね、うん、残さんね、あんまりポテチ、なんでこんな、この開け方したかなあ、まあ今日ね平日にもかかわらず、はい、今のは人気でくださってるんですか、20人の方にありがたいですね、ありがたい、まずはね2時間もお付き合いいただいて、はい、まあ、間ねお風呂行った方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、うんうん、最後ね20人聞いてくださって本当にありがとうございます、ありがとうございます。まあね弱小ですし、うん、まあ、正直チャンネル登録も4500人ですしね、うん、まあ、これからどの程度増えるか分かりませんし、うん、いつまで続けられるかも分かりませんけども、うん、まあ私なりにね、うん、今趣味は YouTube を持ってますんで、はい、まあ今のところ継続したいと思ってます、うんうんうん、でまあトッシーさんとはね、はい、まあ、私は親友は思ってますけど、いや僕も思ってますよ、勘弁してください、あ、ごめんごめん、嘘嘘嘘思い込みすぎた、傷つくなしょぼん、いや違う違う、トッシーさんほんま友達、はい、親友、はい、でトッシーさんとは、うん、不定期ですけどね、まあそうすね、どうしても仕事がね合わねん、はい、はいはい、今日もだからこの間たまたま飯行ったけど、うん、本当は2ヶ月ぶりやったよ、そうそうそう、1月末終わって、はい、あ、違う、12月末や、うん、あ、違う、 1月末や、うん、あ、うん、1月末に終わって、うん、で、もともと会えるのが2ヶ月後の今日やったよ、そうや、ほんで、そうやってんけど10日ぐらい前に飯行ったよ、はい、そう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 、だからそういう意味では正直月1回ペースやもん、ね、そう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 、だ今私一番会うてんのメーカーさんちゃうかな、うん、メーカーさん今家が近いもんね、近いね、うん、もう一人、ね、最近近いお友達できたよ、お、何、また同業者やで、ああそうなんや、同業者で、へえ、同じ地域、地域、同じ駅近くに住んでて、ほうほうほう、その方も都市先輩なんですよ、まあこの間お茶したんやけど、はいはい、私は仲良くなれる感じかな思ってね、うん、またその人とも遊びに行けたら思って、うん、ただその人もだから休みがバラバラやから、まあ、それなかなかね合わへんね、そうそう、うん、メーカーさんもね土日が休みなわけじゃないんですよ、はいはい、でもメーカーさんなんかは LINE でね、うん、来月こ
来月自分の休みが例えば7日か、うん、7日間あったら、うんうん、ご家族との予定もあるじゃないですか、うんうん、でご家族の予定がないところで行けそうな日を教えてくれるんですよ、うん、はいはいはい、はい、その時に私が行けそうやったら声かけてって言ってくれるんですよ、うん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 、だからあの私は本当にね、うん、あの割と誰とでも遊びに行きたい思うたちなんで、うんうんうん、あのこれほどあのなんていうんですかね、うん、あの適当な YouTuber はいませんので、うん、まあ、本当にねお付き合いいただける方はぜひお付き合いいただいて、はい、まあこれからもね、うん、なんていうんですか、メジャーのものは誰かしらニュースとかね、テレビや内新聞でも大きいことはね、取りつね、はい、どっかで取り上げられるじゃないですか、うん、で哲夫さんみたいなやっぱすごい YouTuber の方とはやっぱ違う、うん、でその真似絶対でけへん、うん、もう私なりにできることをやるっていうことを続けたいと思ってますんで、うんうん、まあちょっとその考え方に賛同していただいてね、はい、まあお付き合いいただける方はまたお声掛けいただきたいと思います、うん、はい、メーカーさんまた遊んでくださいね。あ、そうなんですよ、メーカーさんまた遊びましょうよ、はい、ちょっと来週もメーカーさん会う予定なんですよ。あ、そういや、メーカーさんに会いたいねんけど、なかなかそうやね、メーカーさんとトシさんがまた顔合わせしてないもんな。そうやね、そうやね、そうやな、うん、あのメーカーさん、トッシーさん、ケンボーさん、はい、以外にも私その仲いい人を持って、うん、はいはい、うん、その方が今ちょっとね体調崩してて、うんうん、ちょっとしばらく会えない方もいたりしますんで、うんうんうん、あるいは最近子供さんが生まれて、うん、転職もしてて、うん、ちょっと子育て一生懸命やってる割と若い人もいてて、はい、まあ、その人もめちゃくちゃ仲いいです、うん、でもその人も今そう集中してるから、はい、まあ、そういう時期ありますから、人生ね、それぞれそれぞれの人生で、うん、それぞれ大事にせなあかんタイミングとかあるじゃないですか。そうそうそう、はい、あるある、それはもうどうぞ、うん、そっち大事にしても、うん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 、私はもう二の次三の次でいいので、うん、ということでまたね今後もお付き合いいただけたらと思います。トシ、はい、さんもまたお付き合いいただけたら、いや、はい、こちらこそ、まあこの後あるんやけど、まだね、トシさんまた飯作ってください。いや、いつでもどうぞ、はい、トシ食堂やったら、はい、次第2話、はい、いつまた1ヶ月後ぐらいしましょうか。あ、そうですね、1ヶ月、あ、いつでね、あ、ゲスト迎えたいわ。ゲスト迎えたいな、迎えたい。あ、ほんまに今日の話さ、うん、あのお二人、はい、いや、ほんまに1人来るのに気使うから、うん、2人でもいいし、うん、な、うん、あの俺が危険じゃないってこと伝えとな。ごっつ危ないで、いや、あんたや、危ないの。いや、危ない、危ない、ない、俺ほど安全安排ないで。いや、俺もや、こんな安全な人ない。まああれやな、うん、2人で自分のこと安全や言ってるほど危ないな、危ないな、狼そうやな、うん、はい、ということで、はい、そろそろね終了したいと思います。コメントもし最後ありましたら、はい、読んでいきますね、はい、デネブチャンネル応援してます、ありがとうございます。鉄道がチャンネルさん、あ、鉄道が、はい、鉄道さんごめんなさいね、付き合ってくださって、クさん賛同します、はい、あ、そう、ニゼクさんもね、はい、同じ、また会いましょうね、会いましょう。三重館さん、あ、三重さん、ぜひトッシーさんと遊びたいです、ね、いや、ほんまそうやね、3人でな、はい、お願いします、しよしよ、はい、はい、ニゼックさん、普段は遠いけど近い時は遊んでください。あ、もちろんですよ、うんうん、ニゼックさんとはずっとまたコラボしましょう言うて、はい、ケンボさん、ま、ケンボさん多分今も聞いて寝てると思いますけどあのケンボさんとも遊びたいと思います、はい、マサユキさん、デルブさん適当じゃないですよ、フルートワーク軽くていいということですね。いやいやいや、ありがとうございます、楽しかったです、はい、とマサユキさん、ありがとうございます。さあ、うん、聞いてくださったね女性陣は、うん、みんなあの、うん、散らすように逃げてるけどかな、はい、はい、そのうちあの女性が30人ぐらい聞いてるみたいなね。ああ、そうそうや、そうあれへんちゅうにならんかな、ええねそんな適当でええねん、そうか、もう男性でも女性でもええねん、どうしてもね女性を求めとうな、やっぱり。いや、俺は求めてない、求めてない、求めとうねんな寂しいんやろな、多分実際。あ、トシーさんはな。そう。はいはい、うん、まあそのうちトシーさんも彼女ができるかもしれないし。そう。できたらね。まあ、場合によっては、その再婚、うん、再婚っていうか。うん。ああ、まあね。まあ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 、まあ、そうそうよ。これからの人生だからね。はいはいはい。はい、うん、ということで、はい、ほんまに、あ、もう11時だった、終了しようか。11時になりました。はい、ということで、はい、皆さん今日本当にありがとうございました。はい。お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。で、これ、切んねや。これ切らなあかん。ちょっと待ってな。これ出て切んのかな。これ切れるか。じゃあ本当皆さんありがとうございました。また後で。はい。はい。